始まったかな。こんにちは。 一人いらっしゃるのかなあーそっかはいよしじゃあ始めれるかなああああこんにちはちょっと遅くなってしまったけど始めようかなちょっと人が少し集まってくるまで待とうと思いますちょっと機材が なかなかうまくいかなかったので、遅くなってしまいました。あ、三人。あ、三人に増えてる。こんにちは。 ちょっと人が増えるまで少しの間待ってますね。ん、インスタの方ではちょっと9時ぐらいからかな。9時ぐらいから始めますとか言ってたんですけど、ちょっと遅くなってしまいました。すいません。9時はメルボルの時間です。今、日本から見られてる人もいるのかな。 そかちょっと人が集まるの待ってますねすみません5分ぐらいちょっと待機しようかなと思います。 何か質問とかあったら先に打っといてくれると嬉しいです。なんかインスタの方で先に募集をしてたんですけど、そちらの方でもいただいてるのがあるので、またそちらでも答えようと思ってるんですけど、何かあったら書いてくれると嬉しいです。ちょっと2回目なので、まだ慣れない部分がありますが、なるべく 質問にお答えできるように頑張ろうと思います。 質問を募集してみました。はい。あ、ミッキーさん。えっと、こんにちは。ゴールドコースト在住ですメル。息子がメルボルン大学目指して頑張っています。いつもメルボルンの情報ありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございます。今、おあ、今ゴールドコースに住まれていて、息子さんが、あ、そっか、メルボルン大学か。 あじゃあ、今目指して頑張られてるっていうことは、ここからこちらの方に息子さんがやってきて、生活をされるかもしれないってことですね。僕がどれぐらいメルボルンの良さとかを伝えられてるのかわかんないですけど、何かそこから得られているのならとても嬉しいです。メルボルン、とってもいいとこなので、個人的にはやっぱすごく好きな街なんですよね。住みやすいし、物価とかは高いけど、まあ、それはオーストラリア全体一緒だと思うので。 ぜひ、メルボルン大学目指して頑張ってください、息子さん。息子さんどうなんだろう学士なのかな修士なのかなあの、マスターかバチュラーかとか、まあ、ドクターかとかって全然違うと思うんですけど、僕はマスターで2年間だけだったんですけど、もしかしたらバチュラーで3年かもしれないですね。3年間、あそこで学士をやるのちょっと想像つかないぐらいハードだと思うので、マスターも楽ではないですけど、 マスターも僕でもコースワークだったのであの、まあ、割と負担は少ない方だったのかなって思ってますけど、まあ、それでも結構ひいひい言いながらやってましたはい頑張ってくださいぜひ <laughs> 今チャットのところに質問がありましたらチャットへどうぞって書いたんですけどここはこれは今どうなってるんだろう ここ、この質問のところに書き込めるのか、ちょっとわかんないですけど、もし書き込めたら、お願いします。あ、今、あ、今高校生です。あ、本当ですかあ、すごい。え、それで、メルボル大学目指してってことは、うわ、めっちゃすごいな。なって。ええー、じゃあ学士ですよね。バチェラーですよね。ああ、すごいな。 でも、ハードなのは、どうなんだろう、メルボルン大学だからなのか、ちょっとオーストラリア全体で言えるのか、僕の経験値的にちょっとそこまで言えるか分かんないですけど、でも、素直にすごいです、本当に。息子さん。<laughs> ぜひ、メルボルンに来ることがあったら、僕を見つけてください。<laughs> とてもいいとこなので、メルボルン大学もとってもいいとこです。あの、本当に、建物とか見るだけでもとてもテンション上がるし、雰囲気もめっちゃいいので、 ああいうとこで、あの大学の一部になれるというか、今は卒業生っていう立場ですけど、あの大学に通ってたっていう時期があるのは、自分の今の、今の生活を振り返っても、あの期間ってすごく大事だったなっていうふうに思うし、あの、誇りに思えるような経験だったので、ぜひ、入学できるといいですね。高校生から入ろうと思うと何がいるんですかね あの僕みたいな留学生っていう、留学生でマスターっていう位置づけでは多分ないと思うので、なんか、ちょっと違うのかな ?IL2 出して、高校の成績出してっていうぐらいだったんですけど、僕の場合は。だけど、それだけなのか、ちょっと分かんないですけど、ちょっと応援してます、本当に。<laughs> ちょっと色がなんか、これが、普通の色にしときますね。はい あー、コメントが下の方すぎてちょっと読めない。えっと、新卒で残業の持ち目が全くないんですけど、気合でやってましたかあー、はい。日本ですよね、多分。あの、新卒ってことですもんね。残業の持ち目はないですよね、それは。<laughs> 僕は教員だったので、うん、モチベーションとしてはないですよね。なんだろう、モチベーションって。 モチベーションってうちから来るものですよね。やりたいとか、あ、これで頑張ろうとか、なんか自分の行動に火をつけるようなものってことですよね。残業にはなくないですかそんな。あるのかなよりも、より良いものにしたいとか、翌日の授業をより楽しいものにしたいとかいう気持ちでやってる時とかはありましたけど、まあ、それがモチベと言われたら、そうなのかな でも、なんか自分の思い出話になっちゃいますけど、僕一番初めに赴任した学校、僕教員だったので、新卒で採用された県立高校の、えっ、ー、と、仕事。で、高校生、あ、じゃあ高校じゃない、高校に入って、4月の一番初めって年度始まりなんですよね。4月の2日とかだったと思うんですけど、そこから、あの、業務ってすごく忙しくて、なんかそこから入学式とか、始業式に向けてとか、 クラス発表とか、あと新年度とか、あと遠足の準備とか、そういうのをなんか、その春休みの間とかにめっちゃやるんですけど、採用されてすぐとかでも結構ハードで、僕結構初日からかなり遅く残ったと思います。なんか定時に帰れるとかじゃなくて、4月1日、4月1日の採用だったと思うけど、うん、モチベーション <laughs>、 モチベーションとかじゃなくて、なんかこういうものっていうふうに、初めはやっぱ思ってたから、だから何も、そんなに疑問に思わずに、こういうものなんだ、仕事ってこういうものなんだと思って言われるがままにやってた感じかな。だからモチベというふうに言われるとちょっとわかんないですけど、だけど、まあ、気合と言われれば、言われれば気合なのかな。<laughs> 僕、一番初めの時に、その教員になった時に、 あの時間割ってあるじゃないですか。60人とか70人とか高校って先生がいるんですけど、それが国数英社理とか全部の科目で、それぞれ何人かずつ先生がいるじゃないですか。その先生たちの駒を割り当てる役割があるんですね。そういう仕事があって、僕、新卒で入ってすぐそれだったんですよ。で、<laughs> いろんな先輩の先生とかに、あの、なんか、外れだねとかね、なんか、 あの頑張ってねみたいな感じですごく言っていただいてあでもなんか大きな仕事を任せてもらったんだみたいな感じで初めは結構思ってやってたんですけどそこから数年間にわたって。 数年間っていうかまあ向こうそのその後4年間にあた,たってずっとその係だったんですよ。<laughs> であのそれによってあのだいぶその時間割れを組むのとかもうまくなってあのそれを指導してやる役割も任せてもらってみたいな感じであの結構成長していったんですけどその年度始まりの新卒の時からそれぐらい時間を使ってやってたのでだからこういうものなんだって思いながらも な途中からはやっぱ疑問に思ってきますよね。新卒の1年目は多分そのまま乗り切ったんじゃないかな。でも数年してこのままでいいのかなっていうふうに思って多分テイさんがおっしゃられてる残業のモチベが全くない状態になって <laughs> そこから、うん、この仕事って持続可能なのかなずっと続けられるのかなっていうふうに思って、まあ、退職っていう道を選んだ感じがちょっとあります。 まあそれだけじゃないですけどね。はい。なので、無理なさらないように、その残業を、どういう職種の状態で言われてるのか、ちょっと、それはちょっと背景がわからないんですけど、だけど、残業にモチベは、あどうなんだろう。あんまり、別になくていいんじゃないですかね。僕は気合でやってたと思います。はい。頑張ってください。なんか、どういう仕事かちょっと気になりますね。 もしかしたら教員なのかな僕は教員ぐらいしかやってないので。あ、SKFR さん、<laughs> こんにちは。この前もずっといていらっしゃった、あの、いていらっしゃった時、いてくださった SKFR さん、ありがとうございます。部活がきついですよね、先生方。そうなんですよね。やっぱり、あの、生徒のためになることだから、すごくやっぱ楽しい面もあるんですよ。だからそこがやっぱ一番、 辛いといとうか自分の時間を捧げて生徒に使ってあげるっていうか生徒のために費やせば費やすほどやっぱり生徒と心で,か心でなんかコミュニケーションが取れるような場面とかもやっぱ増えるしそれだけ先生も時間使ってるんだこれだけ捧げてくれてるんだっていう姿勢って生徒も見てるじゃないですかだからそういうところでそういう期待に ちゃんと答えられるようになりたいっていうふうに思うと本当に一日の中での時間ってすごく取られるんですよね。ちょっと言い方難しいですけどうん取られるっていうか部活だけやってそこに時間を費やして生徒とやり取りをしてっていうのが仕事だったらそこで給料が発生して完結する仕事だったら全然いいと思うんですけど部活って先生にと先生にとっては仕事でありながらその自発的な部分 てか、そういうふうに自発的にやってるみたいな側面があるというか、そんな感じなので <laughs>、だから、それを考えると、なんか、うん、これでいいのかなっていうふうに途中から思ってきますよね。僕、高校とかでずっとテニスやってたので、初めからテニス、テニス系の配属をしていただいたので、だから、テニスが好きで、生徒と一緒にテニスをやって、技術の指導をして、大会のインストしてとか、やってること自体は楽しかったんですよ。だけど、 それだけじゃないかなっていうふうに思ってくるかな。本職はやっぱ英語を教えることだし、英語を教えて、あと学級の担任やってとか、そういうことを複数仕事をやってるうちに、やっぱりあの余裕がなくなって、でその上であの残業代が出るとかそういうわけでもないし、すごく報われることばっかじゃないっていうのもあって、まあ、マイナスの面が目立ってたかなっていうイメージかな。はい。なので、 部活ががきつい部部分はありますが部活によって得られる思い出とかやっぱめちゃくちゃ大きいと思うのでそこに関してはあの自分がもし今から日本に戻って教員やろうって思った時にも部活頑張りたいなって思うし生徒たちと一緒に過ごせる時間ってすごく貴重なのでだからその時間をその生徒たちのためにも使いたいし自分の自分自身のためにもなんかボランティアじゃないですけど自分が時間使って何か誰かのためになるっていうのは。 なんか自己肯定感とか、なんか社会に貢献してるっていう感覚ってすごく大きかったので、だからそういうのを得られるようにやるのはいいんですけど、その辺のバランスがとっても難しいです。はい。ていさん、あ、会計士をされてるんですね。で、今、新卒でっていうことなんですね。あ、すごいですね。で、新卒ってことは、今って4月ですよね。だから、あ、そうか。だから1週目だ、2週目か。 2週目とかか。2週目とかで働き始めて、学生をやられてて、初めて社会に入って、会計士をやられて、残業がもう初めからきついっていことですかね。うわ、やっぱハードですね。ああ、学生気分で痛いものです。あわかりますね、それは。うーん。やっぱその時期ってすごく難しいですよね。もともと学生っていう立場で、しかも大学生 ですよね多分で大学生大学をよ4年間なりやってそこでの生活の感覚ってなんかその4月1日を境目にだいぶシフトを求められるっていうか転換を求められるじゃないですかその時にやっぱり戻りたいと思いますよね僕もその戻りたいっていう気持ちもあって新卒で働いてた教員を休職して9年とかでやめ9年かな8年か9年 9年かで、えっと、退職して、そこから海外に来てとかいう風にやって、また大学,大学院生になったので、はい、<laughs> 10年も社会人やって、尊敬尊敬です。ああ、はい、ありがとうございます。まあ、続けるだけだったらね、なんかできるっていう風に言いたいですけど、まあでも自分の中でもやっぱその中でも葛藤はあったし、なんか、尊敬をしていただける程度のことなのか、それはちょっと分かんないですけど、うん、まあちょっと、そうですね。 そうやって言ってて言いただまあと僕今も言ったみたいにまた大学院生っていう形で学生に戻ったので学生のありがたみとかはすごく感じますよね学生っていう立場とかうん仕事してた方が多分勉強よりも楽だなって思う場面も多分あるんですよ 勉強ってなんかやっぱ終わりないしすごく大変だし時間使おうと思ったらいくらでもあるからで僕社会人の時もまあまあ勉強ちょっとはしてたんですけど i 育とか英検とかその英語関係のことを特にやってたんですけどその中でまあ今日仕事頑張ったけどなんか2時間勉強頑張ろうとかなんかそういう形で仕事っていうものがあるから なんかそれをちょっと免罪符にして、まあ、これぐらいの勉強量でも自分は頑張ってるっていう風に思って納得させてたんですけどいざ学生になって1日24時間使おうと思ったら全部勉強にも使えうるような環境になってしまうとやっぱちょっと初めは逆にやみましたね <laughs> 初めて大学院生になった時はうーんちょっと勉強と 休みのバランスがちょっと取れなくて、精神的に結構グッときましたね。なんか、やっぱり一番初め、その、ものすごい量の文献とかを読まされたりとか、で、課題全、まともに、アイエレツのライティングで200語とか300語とかを書いたりとかするけど、いきなりなんか1500語とか2000語を初めのアサインメントで出せとかいう風に言われて、2週間後だよとか言われた時とか、もう本当に、 心が結構追い詰められて、で、その辺がちょっとうまくバランス取れなかった感じがあって、なんかちょっと昼寝したりとか、ちょっとぼーっとしてたりとかすると、ああ、でも勉強しなきゃとか、他の人たちは勉強してるんだみたいな脅迫観念に駆られて、ちょっとあのうまく休めないっていう時期が当時長く続きました。それ懐かしいな。今はちょっとそこからもう離れてるというか、今も仕事モードにもう戻ってシフトしてしまったので、なので。 まあ当時の感覚も大事にしながら、今働けてることが、まあ、ありがたいと思いながら頑張っていこうかなっていうふうに思います。初実務なのにも、なのに、何でも、あそういうことね。初実務なのに、何でも知ってる前提で話してきますし、分からないと露骨に嫌な顔をされてしまうので、やみます。社会ってこんなに厳しいんだなってなってます。うーん、気持ちは分かる気はしますね。うーん、会計士の お仕事が実際にどういうのが今この時期にこういうのがあってとか新卒の時にどういうのがあるのかはちょっと分かんないですけど初実務なのに何でも知ってる前提でっていうのは結構きついものがありますねそれはその新卒だからとか新人だからとか入ったばっかだからっていうのはあんまり考慮されないタイプってことなんですかねでも気持ちは分かる感じもするけどなどうなんだろううんちょっとあの 自分に置き換えて今考えてみると、教員として初めて教団に立ったとき、新卒で入って、一週間後には多分教団にもう立ってるんですよ。で、副担任としてホームルームに立って、その後、もう次の日から授業が始まるみたいなことが絶対ありますよね。で、そこでもともと2週間前まで学生やってたのに、先生として立って、で、そこでも生徒たちにとっては先生が新卒かとか関係ないじゃないですか、はっきり言って。 で何かを教えてもらって自分の学びにしなきゃっていうふうに思って授業に来てたりとかあと先生のことよりもやっぱ生徒例えば高校に入ったばっかりの生徒さんとかだったらやっぱり自分の現状とか身の回りを考えるとやっぱり先生がどうこうとかよりも自分が新しい環境にやってきてああ授業し緊張するなとか他のことうまくやれるかなっていうふうに思ってる中な,なので どんな先生でもやっぱ頼りにしたい側面ってあると思うからだから,だからそういう時にもう自分も多分知ってる前提というか先生として見られる部分があったかなだからその時にちょっと負担負担だなっていうふうに思った気持ちはなんとなくわかりますでもちょっと違うのかな実務初実務なのに何でも知ってる前提でうーん 先生だとやっぱりそうか、ちょっと甘く見てもらえる部分もあるのかな。やっぱ新しい先生だし、新卒でまだ23、4だし、だからまだ知らないよねっていうスタンスの方が多いかもしれないですね。だからちょっとテイさんの方がハードだと思います。社会ってこんなに厳しいんだなってなってます。うん、そうですね。でも視野広くしてみると、社会っていう言葉ってとても大きな言葉だし、今の 職場の環境っていうのが多分とてもハードだなってのは今伺っててとてもわかるのでなので今の環境に適応しようっていうのはすごく大変だと思うんですけどそれが数日とか数週間とか数か月経って俯瞰してみた時にどう感じるかですよねだから今うーん社会っていうか働くことって やっぱり全然簡単じゃないし大変なことばっかだし思い通りにいかないことばっかだしなんかコンフォートゾーンにずっといてもいけないんですけど自分の快適だったエリアからちょっと出ると一番きついエリアになるじゃないですかその時期なのかなっていうふうに思うとちょっと乗り切れる部分もあるかもしれないですね。 こんな僕,から僕がアドバイスできる立場なのか分かんないですけど自分自身なんかコンフォートゾーンをちょっと出た時に感じる感覚ってやっぱよく覚えててその時ってやっぱなかなかこの世の終わりぐらいしんどい思いをしてるんですけどだけどちょっと経つとそこからあ,あでそこから何か学べるなっていう時期があってそのままずっと過ごしてるとその環境もちょっとコンフォートゾーンに近づいてくるっていうのが あるのかな？って思ってて、それのちょっとずつ殻を広げて。いくのがなんか成長に繋がるものなのかなと思って。僕は個人的に頑張ろうと思っています。なんかちょっとよくわかんないこと言ってたけど、はい。何か受け取っていただけたなら嬉しいです。はい。<laughs> ありがとうございます。そうですね、ていただいてとても嬉しいです。<laughs> なんか一人で喋り続けててなんか？ 着地点を見失ってました <laughs>。はい。他にも何でも言っていただけたら、お答えさせていただきます。いただいてる質問答えてもいいですかねど,どうせだったら。あの、追加で、あの僕が喋ってる最中でも何でもあの書いていただいて全然構いませんので。あの 拾いながらお話しさせてもらうんですけど、なんか、インスタの方で、あのー、事前にこういうライブやるよっていう風に言ったら、何個か、あのー、いくつか質問をいただけてるので、それを話しながらにしようかなと思います。ああ、もう15人も来てくださってる。うわ、とっても嬉しい。ありがとうございます。はい。あじゃあ、ちょっと遅くなりましたけど、ちょっと先に飲ませていただいてますので、乾杯させていただきます。乾杯。 これは日本から買ってきた、日本から持ってきたレモンチューハイのもとなんですけど、あの <laughs>、この動画のサムネイルをちょっとよく観察してもらえる,るとちょっとわかるんですけど、前回の配信の時はだいたい6割ぐらいあったんですけど、今もう。 どううだろう1割ぐらいしかないです。<laughs> まあなんだかんだやっぱ飲んじゃうんですよね。ちょ,ちょびちょび飲んじゃって。なんか妻と夜なんか仕事疲れたねとか言って喋ってる時にちょっと飲もうかとか言って飲むことが最近多い。特に今炭酸水があのソーダストリームっていうあの炭酸水を作れるやつがあるのでそれで炭酸水を,酸水を作ってなんか炭酸で割って飲むっていうのがハマってます。 えっと、質問に答えようかな。えっと、1個質問いただいてるのが、ちょっと見せられないので、だからちょっと読みますね。洋楽を聞いて、自然と意味がわかるようになったのは、どれぐらいの時ですか英語のレベル的に。どれぐらいの時ですか洋楽を聞いて、自然にそのまま意味を聞き取れるようになったのは、どんな時ですか英語のレベル的にどうですかっていうことなんですけど、英語のレベル どううなんだろう僕今でも洋楽結構きついですよ。<laughs> うん全然きついですよ。なんか洋楽とかあの英語の字幕だから映画の洋画の字幕かとかもなしでも見れるものもあるけど見てわあのそれでわかんないものも全然あります。 洋楽も聴いてて街でフラッと聴いて、あこういうメッセージの曲だなって、曲だなっていうのが分かって、あこういうことを大体言ってるなとかは分かるけど、正直全然分かんないものもあります。それはなんかラップだからとか、まあ、ラップは特に難しいですよね。あの、聴いたことあって歌詞を見たことあったりとかすると、ちょっと意味が。 分かったり単語を聞き取れたりとかありますけど初見というか初長っていうのかな初めて聞きの場合だと今でもしんどいです。だけどうーん意味がすっと分かるようになったのはどうだろう結構中学校の時とかになんかエミネムとかが流行ってたので僕は1990年生まれなんですけど。 その時にラジオとか聞いてて聞こえてきた英語の音楽っていうのがかっこいいなって思ってその時に聞いたとちょっと聞き始めた感じなんですね。その時に英語の音楽を聴いてみて当時は全然わかんなかったけどそっから自分で歌詞を見ながら聞くようになって で、この曲を聴けるようになりたいと思って歌詞をまるまる覚えたり、歌詞を書き写したりっていうことを結構高校生の時にやってました。うわ、懐かしいな、今思い出したら。すごいバンド好きの友達となんかその歌詞ノートを交換したりしてましたね。<laughs> あ、なんか今すごい急に思い出した。洋楽で書き起こした英語だからその歌詞ですよね。それをなんか これを昨日書き起こしたんだよねとか言って友達となんか音楽好きの友達と書き起こしてそれを見せてた気がします。グリーンデイとかオアシスとかそういうロック系のやつが多かったかな。で当時のやつはやっぱ今でも覚えててそういう曲だとやっぱ当たり前だけど今聴いても歌詞はバッと入ってくるしなんですけどあのさっきも言った通り僕のリスニング能力だとやっぱり今でも洋楽とかはきついです。ジャンルによって特に。 <laughs> もうそうですね。もう自分もまだまだですねうん。まあまあリスニング力ある方だとは思ってたんですけど、なんかアイエルツとかのリスニング聞いて点数取れるのと、ちょっとジャンル違いますよね、音楽って。まあ、だからこそ、なんかメロディーを知るきっかけになったり、発音を知るきっかけになったり、聞くのが難しいはとか、解釈するのが難しいからこそ、なんか記憶に残るとかいう発想をとってもあると思うので、 音楽っていうのはとてもいいなとは思いのははとともな思ます。当時学んだ英語のフレーズとかも今でもすごい覚えてるしなんか結構あるあるですけどなんか英語の先生が中学校の時に流してくれた曲でビートルズがとかアバの曲がとか結構ありませんかでそういう曲ってやっぱ覚えてるじゃないですかなんだかんだ。でそういうきっかけがあったから僕も日本で英語の教員やってた時は結構あのそれを そういうのを生かしてあの音楽を使った授業とかをよくやってたんですけどなんかそうやってやっていくことはとってもいいですよねはいごめんなさいちょっと質問から離れてしまった洋楽を聴いて自然に意味が分かるようになったのはどれぐらいの時今も自然には意味は分からないですなんかこの曲気になるなって思ってなんか歌詞とか調べてああそうかこういうこと言ってたんだっていうふうに思ってあとから分かるみたいなということで自分の英語力なんてまだまだです なので <laughs>、精進しようと思います。頑張ります。はい。えっと、質問いただいているので、こちらの方、えっと、チャットの方の方、答えさせてもらいます。メルボルン大学では日本人を見かけることがありましたか直ではあんまないですね。なんか歩いてて、うわ、日本人の方だとかはあんまりないですね。あるかなない、ないと思います。そんなに。えっと、 もしかしたら今、ここで見られてるかもしれないですけど、あの、オンライン授業そうだ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 。こっちにやってきた2022年の学期の時に受けた授業があって、その時に対面の授業とそのオンラインの授業のハイブリッドの授業だったんですよ。で、たまにディスカッションがオンラインであるって時に、同じチャットグループになった人で日本人の女の子、女の子と言っと失礼から女性の方がいらっしゃいました。 でその方も今の今も友達というかお友達っていう関係なんですけどその方ぐらいですねパッとお会いしたのはであの普通にあのそういうオンラインの授業を受けてるとブレイクアウトルームって言ってその全体の場じゃなくて小分けのグループに分けられるんですよでそこで少人数でディスカッションしてねみたいなアクティビティが。 4時間の授業のうちに、まあ大体半分ぐらいあったりとかするんですよ。それで一緒になって、あ、この名前、この名字は確実に日本人の方だなと思って、英語で喋ってたんですけど、なんか、ある時に話すきっかけがあった時に、やっぱり日本人ですよねとか、あの、そんな話をしてってのはありました。考えるとそれぐらいでしたね。あ、で、それ、その他に、 日本、メルボルン大学に通われてる日本人です、日本人なんですって言って、なんか連絡をいただいてお友達になった方とかは言いました。偶然会ったとかはあんまりないです。で、偶然会った方は、もう一人いたなって言って今思い出したんですけど、あの、先生がいらっしゃいました。大学の教授の方が日本人の方で、あの、調べたら出てくるので、あの、そんな隠すことじゃないと思うんですけど、教育学部に、あの、日本で理科の先生をやってらっしゃった方が、 いました <laughs> でたまたま担当の先生であのなんかあこっちにずっと長く住んでる方なのかなとかそんな感じで初めは思ってたんですけど授業終わった後になんか雑談をする場面があって話してたら日本で理科の教員を長らくやっててであのこっちに来てマスターやってドクターやってその後にこっちの先生になったんだっていう方がいらっしゃってすごく刺激になったなっていう方がいらっしゃいました。 だから、それぐらいですね。そんなにたくさんいらっしゃらないかなと。でも、学生の中に日本人の方はいるとは思います。僕はそんなにお会いしてないかなと思います。えっと、あ、サオリンさん、こんにちは。<laughs> こんばんは。えっと、ライブ配信嬉しいです。半年前から IL ツの,のスクールに通い始め、始めまして、毎月模擬テストを受けてるんですけど、ライティングのスコアが6.0からのみ悩んでおります。ライティングで6.0から6.5にスコアを上げるのに、 必要なものは何だと思いますかうーん難しいですねうん。僕はスクールに通ったことないので、それはちょっとわからないんですけど、実際に僕が受けた4回のライティング、初回が僕6.5だったかな。6.5、6.5、7.0、七点ゼロみたいな、6.5と7.0を行き来してたような感じだったと思います。 6.5を取った時の自分の印象だとスコアスコアじゃないタスクかタスクへの回答がちょっと甘くて点数が伸びなかったなっていう印象でしたどういうことかっていうと質問に答えきれてなかったっていうかなんか質問のトピックがあるじゃないですかそのステートメントを読んでそれに対して全て答えられてなかったなみたいな感じで思って だからその時にうーんそこを伸ばすといいのかなって思って質問になりそうな例文とかその質問ってか何つうの問題集みたいなやつとかそういうので複数個見てそれのモデルエッセイとかも読んで本当にどうやってどう,どういうアプローチでその質問の文に対して回答していくんだろうっていうのを研究した結果 点数がが伸びたイメージがあります6.0から6.5っていうふうに言うと、具体的にちょっとそういう方を指導した経験がないので、ちょっと難しいんですけど、やっぱりライティングやっぱ難しいじゃないですか。こういう本も持ってるんですけど、もし機会あったら、僕これすごくおすすめしてます。この本は何年前に買ったんだろう、ちょっとわかんないですけど、数年前に 買った本でなんかこのこここのフレーズちょっと惹かれませんか英語は愛で始めるなっていう。だから日本人の方がなんか英文を書き始めようって思った時になんかこういう言い回しになっちゃうなっていうのをちょっと脱却する上ですごく参考になったのでよかったら見てみてください。そういう細かいテクニックの部分とかを駆使して スコア、少しない。そのタスクに対して、タスクアチームメントの部分ですよね。質問文に対して、ちゃんと回答ができていれば、6.0は達成可能な範囲かなっていうふうに思います。具体的に何をするかっていうふうに言うと、ちょっと手元にないんですけど、別にこれ、これじゃなくてもいいです。他のライティング系の本に、モデルエッセイが16個ぐらい載ってる本とかがあるんですね。あの、島津先生の本です。あの、 ちょっと今、ちょっとこの場んないのでお見せできないんですけど、そのモデルエッセイが16個ぐらい、16個か17本あったので、それをあの書き写すというか、自分で暗記しながらあのノートに書き写すみたいな感じで、模写って言ったらいいのかな書写か書写って言ったらいいのかなモデルエッセイを、なんか、自分の頭を使いながら書き写すっていうことをしながら、フレーズと、 論理のの展開のパターーンを学び続けたイメージですで別にその教材自体はどんなものでもよくて別になあのちゃんとしたもの,あの,その教材としてあの意味をなしてて英文としても自然なものだったらどんなものでもいいと思うので自分のレベルからかけ離れたものじゃなければなんかアイレツで8を取る用のやつだとあの普通の人だと到達できないレベルの 英文ばっかになっちゃって再現性がなくなっちゃうのでちょうどいいぐらいの英文が載ってるその参考書のやつを見つけてそれを書写するんですけど僕はそれをアクティブ書写って呼んでましたアクティブ書写っていうのはなんかあのかな <laughs> だからあの思考停止じゃダメなんですよ何か書き写そうっていうふうに思った時に例えばこういう英文があるじゃないですか これを、あのー、何も考えずになんかこうやって右から左にこうやってああ、はい、はい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 っていう風にやるだけじゃなくてなんかちょっと見てもう目線上げて今こういうこと書いてたなとか今雑踏説があったけどその後に何が展開されるだろうっていうのをすごいイマジネーションを働かせながら読む感じでやってましただからそれは今でもやるんですけど どのレベルによってもできることだと思うのでそういうふうに自分に合った例文を見つけながらその上でその上でそのアクティブに自分で論理の展開とか英文の展開英文の構造ってのをつかみながら同時に可能であればパラフレーズしながら ここで、例えば、インクリースっていう風に言葉を使ってるから、インクリースを例えば、ゲインに変えてみたらどうだろうとか、ゲインじゃなくて何があるかな、あ、ブーストがあるわとか、そんな感じで語彙をこうやって展開させながら置き換えて、で、この単語が使えるのかなって思って調べてみたいな、そういう形で進めていくと、ちょっと遠回りのようだけど、結果的にライティングが伸びていくと思います。やっぱり、あの、そんなに、 特効薬はないんですよね。ライティングに関しては。で、僕も苦しんでるんですよ。僕も今、ライティングで8.0を取ろうとしてるので、その上で、こういうのをやりながらって感じなんですけど、そのアクティブ著者を使いながらやった方が、添削サービスとか必ずしも、あの、初めからそんなに使わなくていいと思うし、で、あの、自分自身でも、 チャット GPT とか使えばあの得られる情報もたくさんあるので、そういうのでうまくやって、それと模擬,模擬テストを並行してやると、結果的にすごくいいんじゃないかなっていうふうに思います。他にも何か聞きたいことあったら何でも聞いてください。i イエルツは僕にとっても結構ホットなトピックなので、今これ頑張ろうって思ってるところなので、何でも質問してください。てか、むしろ喋りたいです。お願いします。えっと、カホさん。あ、カホさん。 ささんんっってて僕の知ってるさんかなちょっと分かんないけどもしそうだったら教えてくださいあの教え子のカホさんだったら教えてください。TOEIC、うん、の長文問題の解き方のコツを教えてください。ああ。i c はと2、3年ぐらい受けてないのでちょっとでもどうなんだろう形式変わってないのかなちょっとまあ自分の知ってる範囲で話しますね。うん。長文問題の解き方のコツはやっぱり速読とか スキャニングとかスキミングとかいろんなテクニックがあるんですよ。で、速読ってのは早く読む。つまり時間がないから早く読んで答えようっていう発想じゃないですか。で、なんで速読をするかっていうふうに言うと、そのあの制限時間の中であの問題数を解かなきゃいけないからなんですよ。だから早く読もうっていう話になるんですけど、多くの人はその速読っていうのをなんか 雑にに読むことになっっちゃってるんですよねなんかこの辺はあの大事じゃないかここは飛ばそうとかねここら辺はあのこういうのは傾向的に回答につながりにくいからここはもう流し読みで OK とかその発想は、うん、大事は大事大事は大事だしあのそういうのを使っていく部分もあるし自分も今でもやるんだったらやるんですけど僕は直近の何回も 何回か何回もってかどうだろうこの5年の中で多分56回ぐらいはトイック受けてると思うんですけどその中ではもうあの古読ですね全部読んでますなんかあの基本的に一語一句逃さずに読んでますそれは、うん、それでも一応時間内に読めて時間がちょっと余ったりして見直しができるのはそのそれが多分速読だと思うんですよね なんか文,の行動文の構造とかをつかんで英文に普段からたしなんでるたしなんでるっていうかあの親しんでる状態だとなんかやっぱり英語から受け取る情報って増えるじゃないですかだから試験直前にもしをいっぱい解いてなんかドーピング的に英語力を伸ばしてリーディングを伸ばそうとかそういうのはまあ少なからずはあるんですけどあんま聞かない。あと 早く読める人はどういうふうに読んでるんだろうって思って、あ、スキャニングがいいんだ。バーって読んで、その中から答えを見つけるんだとか、スキミングがいいんだとか、段落の一番初めと最後とトピックセンテがこれだからとか言って、そういうふうに考えながら大事なところをつまみ読みしながら無駄なところを省くとか、そういうテクニックもあるんですけど、そこの部分って正直結構細かいテクニックで、言い方悪いし、ちょっと 変に聞こえたら嫌なんですけどちょっと小手先の部分があるかなっていう風に思っててなんか1ヶ月とか2ヶ月のスパンで英語力を伸ばそうみたいな1ヶ月後にその統クがあるからドーピング的に英語力を伸ばそうって思ったら多分そういうところに手を伸ばすのもありだしうん結果的にあの少しのスコアアップにつながるのかもしれないんですけど今もし半年とか そういうスパンで時間があるんだったら、多分、精読をしっかりして、英文の構造をつかんで、その中で、なんか、なんか、この英文、わかんないけど、まあ、高うっていうふうに思う、わかった振り読みっていうのを、しらみつぶしになくしていくこと。なんか、皆が別に英語の先生じゃないんで、ないので、別に説明できなくてもいいんですよ。最小限の言葉で、生徒にわかってもらう。 ぐらいまでの理解はしなくてもいいんですけど最低限自分自身を納得させられるぐらいの理解度があるといいですよね英文を見た時になんか解像度が低い状態でなんか早読みとかスキミングとかやってもなんかあんまりなんか効果にならなそうじゃないですかなんかそれと一緒で解像度を高めるためには何がいいか解像度っていうのはなんか 写真で言うとこうのピク,セルピクセル数ですよね。ちょっとザラザラザラとしたモザイクみたいな絵じゃなくてもうすごい今の iPhone みたいな感じで写真を撮ってみるととっても滑らかで綺麗じゃないですか。英文を見た時にもモザイクがかかった状態で英文読むのって無理じゃないですか。でも、制読が読め、制読ができない状態であの量の英文を読もう。時間がないけど頑張ろうっていうのってモザイクかかったまま あの小手先テククニッででやることが多いんですよねだからそれがあのカホさんに当てはまるかどうかはごめんなさいわからないです。だけどあのそういう傾向抵な方が多いので長文の問題の解き方としては、うん、やっぱり基本は全部読むことを想定した方がいいです。で全部読むっていうのは本文のテキストですよね。テキストが。 あのし何パラグラフかあるか分からないですけど僕の場合は問題をバッと見てどのタイプの問題があるのかを見ますでその時にどういう系の問題が多くてそのあの木を見る問題と森を見る問題があるじゃないですかはっきり言って木を見る問題はもうその場で解いちゃ,解いちゃったりとかします具体的に言うと例えば穴抜きみたいになってて木を見る問題に関しては例えば ここでこういう言葉を言ってるけど、ここで例えば、うん、なんだろう、s u っていう動詞を使ってるけど、これと同義のなんか単語はどれかみたいなのがあったとするじゃないですか。それ完全に木の問題ですよね。英文全体を見なくても、その周辺のところを見て、あ、この文脈ではこういうふうにこの単語を使ってるから、それと合致するのはこれだろう、どうだろう。あ、でも作文者的には多分こういう引っ掛けとかも考えるよな、みたいなことを考えながら解けるのが、そういう気。 木を見る系の問題森を見る系の問題は焦って解いてもやっぱダメなんですよね。その年間何回もトーク受けてるような人だったら別なんですけどその1年に1回とかそれよりも頻度が低くなるような方とか初めて受けられるような方とかそれぐらい場数をあまり踏めてない人とかだとその時間がない制限時間のあるすごくストレスがかかる環境の中で練習でやってきた。 その速読のつけ焼き場テククニックとかかはやっぱ聞かないんですよだから問題を長いスパンで考えるなら問題の部分を読む説問を読んで理解してどういうのがあるのかっていうのをまずざっと頭の隅っこに置いておくでどれが木の問題でどれが森の問題なのかっていうのを理解しておくそれぐらいでいいですでそれであの木の問題はちょっと置いといて森の問題を解くために 本文に戻るんですけど僕の場合はもう本文をもう初めから最後まで読み通しますそれの方が流れとしてイメージしやすいし第1パラグラフ読んで説問に戻って第2パラグラフに戻ってあでも第1パラグで第1段落でこう言ってたよなと思って戻ってとかいう往復この往復の部分が多ければ多いほどロスの時間も多くなるししかも処理する情報量も増えませんか だからそういうのがちょっと苦手なので、僕はなるべく初めから最後まで全部読み飛ばすようにしています。いや、読み飛ばすってのは、初めから最後まで読み続けるようにしています。この部分はいらないとかあの、もうここは多分回答にならないから見ないとか、そういうことも基本的にしなくて、全部頭に一度情報を入れて、整理をして、取捨選択をして、回答をしてます。回答になったかな <laughs> ートーイックの長文問題の解き方のコツを教えてくださいっていう回答に対して本当に回答ができたのかは分かりませんがもう少し具体的に何が聞きたかったら全然教えてくれててか聞いてくれていいのでお願いします。店イさん、もし教えが、おし元教え子としてはケイのライブとすごく嬉しいです。あの、分かりました。 あの、<laughs> 教え子の人ですね。あの、ちょっと具体的に言っちゃうと難しいのでどうだろう。僕が、あの、最後に勤めてた学校の <laughs> 人、絶対そう。ああ、わかるわかる。絶対わかりました。で、会計士っていうふうに言ってるから、あの、とっても嬉しいです。あ、てか、ここに多分、でここにあこうやって現れてくれてるのがとっても嬉しいな。あ、なんでだろうなん,なんで知ってるんだろうあれ、俺教えたのかな 教えたのかもしれない。あの、ちょっとごめんなさい。そこちょっと覚えてないけど、でもこうやって見てくれてとっても嬉しいです。あの、ていさんは、あの、僕が、あの、ちょっと個人情報にならないようにの範囲で言いますけど、僕が、あの、退職する前に、その直前まで勤,勤めてた学校でいた生徒、教え子の一人で、自分は担任はしていなかったけど、授業を受て持っていて、 その最中でいろんな英語のこととか大学受験のこととかをたくさん話しました。で、卒業した後も何かと何か連絡をしたりとか、TOEIC の話をしたりっていうのがあったので、英語系のことですごくそういう話ができたのがすごく嬉しかったなっていうふうに思っています。で、あの、彼はそのテイさん、テイさんはその質問を 職員室とかに持ってきてくれるんですけど、ものすごくいい質問をしてくれるんですよ。僕は、その結構英語で言うと、なんかオタク的な部分があって、あ、ここ聞いてくれるか嬉しいなっていうこととか、やっぱあるんですね。なんか、なんて言うんだろう。B 同士と一般同士の違いが分かりません。教えてください。OK! 教えますっていうのは全然あるんですけど、それはよくあるじゃないですか。 ね、それもすごい大事なことだから、どうやって教えようかなっていうワクワクがあるんですけど、あその角度から聞いてくるかとか、あそれ俺考えたことなかったなっていうのを、そのテイさんは何度か提供してくれたことがあります。<laughs> あと、赤本持ってきて、赤本の問題をあの一緒に解いたりとか、英作文書いてきたんですけど、添削してくれませんかとか、なんかあったかな。言っていいのかな まあでも言っていいのかな。その、その時は慶応のだ問題だったね。多分そうだ、多分そうだと思う。慶応の問題を持ってきてくれたテイさんだと思う。もしそうだったら後で教えてください。声が懐かしい。あ、そうだね。<laughs> 僕はこっちは聞いてないから、ちょっとなんか、なんともいないっていうか、僕も聞きたいなって思うけど、また別の機会で会えたらいいね。はい。えっと、ミキさん。そうなんですね。日本人の先生もいらっしゃるんですね。情報ありがとうございます。はい。はい。日本人の先生は本当に優しくて、 すごいですよ。本当に。どうやったら大学の先生になれるんだろうっていうのをすごく考えます。だからといって自分がそのポジションになりたいかって言われると、まあ、ちょっと違うのかなだって英語の先生だしい、英語のメルボルン大学の教育学部に行って教員をやろうとか、それはちょっと思えないかな。というか、その研究が仕事になるっていうのはなかなか難しいかなっていうふうに思ってるので。 <laughs> 難しいですよね。なんか、仕事とやりたいこと、楽しいことと、なんか、自分がやりたいって思ってることと、自分が得意なことってやっぱり違ったりとかするから、その辺のバランスがやっぱ難しいかな。だから、だから自分がそれに向いてるかは分かりませんが、ごめんなさい、ちょっと脱線しちゃった。 はい。サモリンさん、ありがとうございます。めちゃくちゃ勉強になりました。紹介していただいたテキストチェックしてみます。アクティブ模写。アクティブ模写。<laughs> はい。アクティブ模写かなアクティブ書写かなどうなの模写でいいのかな模写ってどうだろうスケッチなのかなアクティブ書写かなこっち。こっちの本がぜひおすすめですので。これは本当に、あの、高校生の、あの、英作文を書いてる子たちにも当時おすすめしてました。すごく、 分かりやすい書き方で書いてあるので、ぜひ読んでみてください。なんか、あの、うんちょっと文法的な難しい話になっちゃいますけど、なんか名詞節とか副詞節とか、そういう言葉を聞いて、何の話っていうふうに思ってしまう方、いっぱいいると思うんですけど、そういう方は、そこに意識を向けると、英文を書いたり話したりするのってすごく楽になります。なんか なんて、何とも言えないけど、その <laughs>、なんか、うん、それを知らずに書いてると、ここにも書いてあるけど、主語が人になることばっかなんですよね。私はこうなんです。私はこう思います。とか、私はその時にこうやって感動しました。とか、友達が私にこれをくれました。とか、そういうなんか、単発というか、登場人物が1人とか2人いて、その人たちのやりとりを書くような、 登場人物とか、物もそうか、私と物の,の関係とか、私はその映画に感動したとか、そういうタイプの英文しかなかなか書けなかったりするので、それが例えば受け身を使って逆にできて、その映画が私を感動させたっていうふうに言ったりとか、映画を見た経験というのが私をこうさせたとか、そういうなんか刺激の形を作ったり、名詞を主語に持ってきたりとか、そういうことができると、すごく英文のバリエーションが増えます。だからそれは、 あの留学とか行った時にもエッセイ書く時にも生きるしアイエルツの時にも生きるし日常会話でもめちゃくちゃ生きますなので <laughs> ぜひこれよ読んでみてくださいすごくあの僕もともと知ってたことが多かったけどそれがこんなに分かりやすい言葉になってるんだっていうふうに思って驚いたのでおすすめです、はい、高校受験からああ違う違う大学受験からあの一般人の英検とか一般人の方の英検とか アイスのの対策ととかにもも使えるものだと思います。はい。ミッキーさん、なるほど。英語の勉強法も分か,り分かりやすく説明していただいてありがとうございます。勉強になります。ああ、ありがとうございます。はい。<laughs> はい。何か参考になったのなら嬉しいです。勉強法。うん。 なんか、そうですね。あの、今、こういうのに困ってるから、こういうのが聞きたいとかいうふうに言っていただけると、具体的に言いやすい部分があるかな。あと、現在のレベル感とか、今、例えば、今、これぐらいなんですけど、その後、あの、こういうふうに行くと、今、どうしたらいいですかみたいなこととかも、なんか、人によって違うから、そういう人と英語の、なんか、今後の勉強ロードマップを作ったりとかするのは、僕は割と好きです。だから、なんか質問があったら、あの、お手伝いできるかもしれません。はい。<laughs> 次に、 書いてあ,あるゆりさんは僕の,妻です、ね <laughs> はい、僕の今、横の部屋にい,いるんですけど、仕事から帰ってきたので、多分今見てくれてるんだと思います。暗記が苦手です。コツはありますかあこれは、うーん、とっても難しいけど、そうだな。暗記が。 どうなんだろう暗記が得意不得意っていうのはやっぱ人によって程度はあるけど基本的にめっちゃ得意っていう人の方が人口のパーセントから考えるとめちゃくちゃ少ないんじゃないかなっていうふうに思います僕も覚えてることとか英語に関して英単語に関してとかはだいぶ覚えてる方だと個人的には思ってるけどそれでも別に暗記が得意だとは思わないしだからその辺の程度は難しいんですけど僕に言えることとしては例えばだけど 暗記を例えば英文法じゃなくて英単語に絞って話すとしますね。僕これあのよく使ってる英単語帳、これ英検の一級受けた人だと絶対見たことあるんですけど、それのですね、今、語定版っていう5回目の、あの、5回目のバージョン、日本語が出てこない、語定版、訂正とかの定ですね。語定版ってやつが出てるんですけど、今これ、僕が持ってるのは4定版っていうちょっと古いやつになります。 これとかも今見てたりとかするんですけど、それを使ってちょっとお話しますね。アンチをしようと思った時って僕一番大事なのは目について、それをそのアクティブに脳に入れることがまず大事で、その目で見て、あ、そうなんだ。今のはすごいパッシブですよね。自動的ですよね。自動的に視覚情報を受け取って目で受け取って脳で処理して OK! パタンはやっぱまだ足りなくて、 なんかもう見つめるぐらいずっと見るんですよ。で、ずっと見て、あの、その関係とか、インボーク、祈願する、オッケーオッケー、発動する、あ、そういう意味もあるんだ、みたいな感じで、一人ごと言いながら何度もブツブツ言うんですよ。インボーク、インボーク。これ、インボークってどういう発音だろうなとか、あ、と調べてみようとか、そういうのをやって、その、一個の単語と出会った体験っていうのを、より濃くしていくんですよ。それが多分すごく大事なこと。パッと見て、オッケーは、まあ その出会ったことにならないんですよね。出会いを重ねて、その中でやり取りをして、なるべく自分との対話をした単語って、ちょっとなんか気持ち悪い発想だけど、だけど単語と自分の中でやり取りがあると、それだけ結びつきは強くなります。例えば、いつも言ってる、なん違うかな。例えば、パッとすれ違った人。 の顔って見るじゃないですか。見ることもあるじゃないですか。そこでパッと見て印象に残る人もいれば、残らない人もいると思います。で、それもそうだし、あのー、これであ、なんかちょっと時間があるなと思ってパッと見た単語。それで、パッと印象に残るものもあるし、残らないものもあると思います。残るものはいいんですよ。残るものは、なんか、あのー、自分と関係性が近いもの。または、他に知ってる単語があって、 馴染みがあるから頭にスッと入ってきやすいみたいな。そういうことがあると思うのでいいんですけど、うん苦しいやつはありますよね。なんかちょっと例出せるかな。今でも苦しんでる。今パッと見てわかんないのはダメですよね。今パッと見てわかんないのは、うん、あんまないな、この辺。<laughs> この辺はまあちょっとわかっちゃうものが多いかな。ちょっと待ってくださいね。 ちょっと待ってくださいね。ああ、僕は,これはあんま覚えてないな。これとか、インプレグナブルとか、このたこの形容詞、インプレグナボ難攻不落のインヴィンシブルと同じじみなんだ。これ、うーん、多分あんまり出会ってない。だから今パッと見ても、あ、なんかちょっと初見だなっていう感じで、あんまり。 知り合えてないなっていうのを今感じました。だから僕まだこれもまだ全部マスターしきれてるわけじゃないんですけど、例えばそういう単語があるとするじゃないですか。パッと見て、あ、これ自分のものになってないな、自分と知り合いになってないなっていう単語があったときに、まずやりとりをしてみる。つまり、この単語と関わりを持とうとしてみる。インプレグナブル難攻不落のっていうふうに呼ぶだけじゃなくて、その例文のとこを見てみて意味を持ってみたりとか、 書いた方が覚えれるんだったら書いてみたりとか単語帳にしてみて単語帳っていうか単語のカードにしてみて覚えれるんだったらいいしポストイットに書いてトイレに貼っといて覚えれるんだったらその方法でもいいし何でもいいからその単語と出会う手段っていうのを増やすんですよ。ね、頻度が高くなるとその分出会いの回数が増えてその分色濃く残る可能性が高くなります。そうじゃない時もあるけどなんかイメージとしてはなんか普段行くコンビニとかあって 別に名前,名前も知らないし、会話もしたことないけど、そのレジのやり取りを何回かしただけで、ああそこのコンビニの人だなって思ったりとかしませんか顔を合わせるというのは、顔を合わせて、あの、何度かその場を,を共有するっていうだけで、それだけの効果があるんですよ。コンビニの店員さんで、そのプライベートの話とか全くしてない。もししたとしたら、なお記憶に残るんですけど、してなかったとしても、 例えばその人が近くの駅でパッと会った時に、うわ、あの人はあのコンビニの人じゃんとか思ったりするじゃないですか。英単語も割と一緒ですね。なんか、僕は日常生活でこのインプレグナブルは会ったことないけど、今こうやって話してるじゃないですか。ここで、あ、あのライブ配信の時に話したなっていうのは、一個これを覚えるきっかけになります。だから、何かの形で、その単語との関わりを持って、何度も出会う。忘れても出会う。 っていうのをまずやっていく。で、覚え方を決めないっていうのももう一個大事なことです。自分は書いて覚えるんだ。自分は聞いて覚えるんだ。自分は何も、えっと、これだけで、これを読むだけで覚えるんだっていうふうに決めるんじゃなくて、さっきも言った通り、単語によってはスッと入ってくれる。すぐ友達になれる単語もあるんですよ。その単語を100回書き起こすほど無駄な時間はないですよね。 逆に言うと、何回帰っても何回出会っても覚えられない子がいるから、その子はちょっと特別になんかポストイットにしてあのトイレに貼るとかやたまにやったりとかするんですけど、それぐらい出会,出会う頻度を設けるとか、携帯の壁紙にするとかもありますよね。なんか本当に短時間で覚えたいものだったら、本当に携帯のこの後ろのところになんか貼り付けととか、そういうのでも何でもいいです。出会う機会を増やして、 あの自分の記憶にあの刻み込んでいくというか脳みそに大事な情報っていうふうに勘違いしてもらうっていう作業が必要になります人間ってやっぱ処理できる情報に限りがあるじゃないですかいい今覚えてることって今短期的に覚えてることって1か月後には2割,しか2割以下しか覚えてないっていう研究とかあったりとかするんですよその復習しないと、うん、今例えば ここでに今10問あります、10個ありますって単語をバッと覚えるとするじゃないですか。それを今ガーッて覚えたとして1ヶ月後に覚えてる可能性っていうのは20%つまり10個中の2個ぐらいしかないんですよ。それが普通なんですよ。頻度を上げて復習の回数があってで何度も出会ううちにちょっとずつ知り合いが増えていくっていうイメージなので暗記は時間がかかります。あともう一個今思い出したのは忘れることも大事です。 忘れて、うわ、なんで俺こんなアホなんだろうとか、なんで私こんな、この前あんだけやったのにできないんだろうっていうふうに思うんじゃなくて、忘れたら次を覚えるチャンスなんですよ。英単語やって、今、あ、さっきなんか配信の時に言ったの南高ら難攻不落って単語なんだっけなインから始まるな。うわ、なんだっけなって言って、この思い出す作業で脳みそをアクティブに使って思い出して思い出して脳に負担をかけて、うわ、でも出てこんわって思って、これで調べるとか。 逆にあの、これで、これじゃなくて次はグーグルで調べてみるとか辞書で調べてみるとか別の媒体で調べてみて記憶に名を残すとかそういうのも全然ありだと思います。で自分,の脳み自分の脳が忘れた頃にもう一回すり込ませることによって自分の脳が勘違いするんですよね。この情報って何回も自分の元にやってくるから大事な情報なんだ脳に刻んどかなきゃっていうふうに思うんですよ。 自分の名前を忘れることはないし、自分の電話番号とか、まあ人によっては覚えてなかったりとかもしますけど、そういうなんか日常的に覚えてなきゃいけないことっていうのは、自分にとって脳、自分の脳がその優先順位をつけて、この情報はレベル、レベル5だよ。レベル5の情報は絶対に逃しちゃダメだよっていうふうに思ってストレージに入れるわけじゃないですか。レベル1とかの全く関係ないこととか、難攻不落のっていう単語は日常生活では無駄なんですよ。 今、来週職場に行って難攻不落だよね、あの生徒はとか、あの学校って難攻不落だよね、みたいな文脈で言うことはまずないですね。だから、それを考えると、レベル1っていうか、レベル1以下かもしれないです、その優先順位っていうのは。だから、その優先順位が低い、そういう単語っていうのを、なんか、なるべく脳みそに勘違いをさせて、何度も触れることによって、うん、 あ月並みの言い方をすると復習することによって何度も出会って親しみを持っていくっていうのが大事だと思います。それが僕の思う暗記のコツです。はい。次の方に行きます。テイさん、あバレたっていうふうに言っているので、そうだよね。その慶応の赤本を持っていた彼だよね。そう、あ、よかったです。よかったです。あの、そうじゃなかったらどうしようって思ったけど。はい。だからその時にいろんなこと、いろんな英語の話をできたのはすごく楽しかったです。ちょっと配信で あの配信とチャットでこういうやり取りをするのはすごい恥ずかしいけど、だけど個人的に思うのは、あの時に自分もすごく成長できたし、ああいう指導をできて、テイさんみたいな生徒とあの一緒に頑張ろうとかいうふうに思って、そ,その姿勢とか見てると、自分もすごく英語を学び始めた時とか、自分の高校生だった時とか、その時とかはすごく思い出して、頑張ろうっていうふうにモチベーションをもらえたので、個人的に。 今でも印象に残ってます。まあそういう生徒さんいっぱいいっぱいっていうか、いっぱいではないか、いっぱいではないけど、そういう生徒さんはいます。でもその中でも、テイさん結構特別というか、印象に今でもかなり色濃く残っているので、またどこかで会えるといいですね。ぜひ、そういう機会があると嬉しいです。会計士の仕事頑張ってください。えっと、カホさん、そうです。あ、カホさんも教え子。 <で>す <laughs> 久しぶりです。会社でいろいろ話を聞きト,トイックの点数をもっと上げておきたいなと思ってまして。ああ、そうだね。でも、カホさん多分あ、もうかなり取れるんじゃないかな、トーイック。どうだろうだって、英検1 1級持ってるもんね。それぐらいのスキルがあるので、あのそれだけ力があると思うので、頑張ればいけると思うけど、トーイックは、その、 英語力じゃないとかそういうことは言わないです。英語力にもいろんな側面があるので、だけど、どっちかというと、やっぱその、統クを攻略する用の勉強って、やっぱどうやっても必要な気がします。なんか、あの、短時間で、ああいう、うん、英文の量っていうか、その、パカパカ変わるんですよね。その、な何もあるんだっけ忘れちゃった。100問か。え ?100 問あるのかな ごめんなさい、ちょっと、え、なんか、パッと忘れちゃった。ト o イックの1台の点数って何問でしたっけちょっとごめんなさい、忘れちゃった。忘れちゃったけど、あの分量が、あの分量、あの問題数があって、なんか、長文の数がちょっとえぐくないですかだから、あの、すごくフォーカスして読むんですけど、一個一個、あ読み終わった、はい、次のページっていうふうに言うと、いくと、さっきまでなんか、水道会社の、なんか、料金の話したのに、次はなんか、 なんか息子のホームパーティーに参加するときのなんか <laughs> イベント会場を抑えるためのやりとりとか <laughs> そういうのもなんか見るじゃないですかそれがなんかすごく疲れる疲れるから訓練がいる気がします <laughs> だから, <laughs> だ,から <laughs> だからちょっと大変ですよねだからトーイックもそれ用の勉強いるけど、まあ、それが英語力として還元される場面では絶対にあるのであのめげずに頑張ってくださいやっぱトーイックの点数持ってると あの見直される部分とかもあるので、僕も、あ、そうだ、英語の教員になってすぐの時その時に、あの、あのなんか、どっかで、なんか、統一の点数を話す機会があって、それで、マジでみたいな感じで、同僚の英語の先生とかがすごく驚いていたのを覚えています。当時、だどれくらいだったかな ?940 点ぐらいだったのかなで、そこから今、勉強して980、980、70?980 かな百八十ぐらいを持ってます。 ちょっっっとと自信がなくなくてきたた80だったと思います、はい、満点は取れないんですよね。なんか、リーディングで満点を取ると、リスニングでちょっと低くて、リスニングで満点取ると逆っていう感じで、なかなか満点は取れないので、ね、また機会あったら、次日本帰った時でも受けれるかな。でも、日本にいる数、あのちょっと限られた時間を、そのトーイックに使うのはどうかなとか思うし、トーイックの満点持ってても、今別に自分、今何も。 あのなんか実生活に還元されることはないのでそれだったらアイエルツ頑張ろうかなっていうふうに思いますがトイックの勉強頑張ってください店員、e、さん、えっと、会計士取ったあと何の仕事を迷う何の仕事するか迷ってるって話をしたと思うんですけど結局会計士になってしまいましたはい覚えてますその卒業してからもちょっとやり取りをする場面があったのでその将来どうしようっていう話をさせてもらいましたなんかやっぱ高校の先生っていうか先生っていう仕事ってやっぱすごいですよね その影響力自分にそこまでえそういう影響力があるかはそんな,そんなには思わないですけどていうかそうやって勘違いすると結構危険な発想なんですけどなんかやっぱり人生の中でどっちに行こっかなっていうふうに分岐がいっぱいあってその中であんまりまだ社会のことも見えてないのに親とか先生とかの道しるべとかそういう助言を頼りに進んでいかなきゃいけない。 時期じゃないですかその時期に本当に限られた1年とか2年とか3年の時間であってもああいう形でその年代の人たちに触れ合うことができるっていうのはすごくなんか価値がある仕事だと思うしそれだけ意味があるというかそれそれだけ貢献できる余地がある仕事なのかなっていうのを考えさせられますね。 でその後であの高校しで、高校卒業した後も、大学で今こんなことしてますとか、今サークルでこんなことしてますってやり取りをしたり、新卒でこういうところに行くことになりましたって報告してくれたおし元教え子もいっぱいいるし、そういう人たちとあのこうやって今つな,げられてるつながれてるのもそうだし、今、現にこのチャットのところに少なくとも2人いますもんね、僕の教え子がいてくれてるから、あそういうのを見ると、やっぱりやってきた時間って無駄じゃなかったのかなとか。 <laughs> チャットの一番この配信の一番初めから見てる人だと見てくれてる方だと分かると思うけど一番初めはその教員の仕事当時むなんかきつかったなとかそういう話をしてたからなんかそこのなんかその辺のバランスが難しいというかそういういい面もありつつ今今感じてるこういうのっていい部分だよなっていうのを思います。 はい。で、トーイックの話とか学校の話懐かしいです。そうだね。で、ポレポレは相当力つきましたね。ポレポレってわかるのかなうんと、他の方がどれぐらいわかってらっしゃるかわかんないけど、そういう参考書があるんですよ。で、あの、一般的に地方公立の二次試験とかのレベルだったら基本的にいらないです。それぐらい結構難易度が高い英作文のもう名著があるんですけど、その名著を 彼が持ってきたんですよね、学校に。<laughs> それが、僕ね、T さん多分わかると思うけど、その、めちゃくちゃスーパー進学校ではないんですよ。その、僕たちの県で、あの、なんかトップ5に入るぐらいの高校ではないよね。 <laughs> だから、そのレベルって言ったらちょっと失礼なんだけど、だけど、そのレベル間の、まあ、中堅校みたいな、中堅進学校ぐらいの位置づけだったと思うんですよ。進学実績で言うと。その中で、ポレポレを持って学校に来て、先生、これの、これちょっと分からないんですけどって言って,言ってくれたときは、やっぱすごく衝撃を受けましたね。だからすごくそれは嬉しかったし、教員冥利につけるというか、英語の教員として、なんか、それを、 あの解かせてもらえる、それを解説をさせてもらえることに、なんか喜びを僕は感じていました。<laughs> というかあのど、どんな先生でもそれ聞くわけじゃないじゃないですか。もうあの彼が、ティさんがそれとどう思ってたか分かんないけど、僕は高校の時に結構英語かなり得意な方だったけど、質問する先生は正直かなり選んでました。なんでかっていうと、なんか赤本かなんかの、 問題で、ちょっとこれでもこの公文おかしいよなとか、これ説明つかないよな、これだとっていうふうに思った箇所があって、夏休みの職員室に行って聞いたことがあるんですよ。で、いつも聞いてる先生がいなくて、他の先生が、あん僕英語教えてるからって言って教えてくれた先生がいて、その方がちょっと、まあ言い方悪いけど、ちょっと頼りない雰囲気だったんですよ。で、それでその方とちょっと話をして、こここうなんですけどって、大丈夫かなって思いながらも質問して、その先生が、うーんって言って頭を悩ませて、 そのまま終了したっていうのがあったから <laughs>。その後はやっぱそのちょっと気を使うようになってしまったというか、なんか質問して答えてもらえなかったりとかすると、ちょっとやっぱ質問する人ちょっと、なんかこっちがちょっと気を使わないと、なんか向こうにも悪いし、こっちもなんか別に回答が返ってくるわけじゃなかったらあんまり意味もなかったりとかするから、なんか難しいなって思ったから <laughs>。だからそういうこととかもあったりとかするから、 ちょっと話戻るけど、ポレポレの質問を僕にしてみようって思って聞いてくれてっていうのがあったのは正直嬉しかったです。はい。<laughs> はい。えっと、次の方、えっと、コヒッチさんかな。ライブ配信ありがとうございます。いつも動画の配信楽しみにしています。わあとってもありがとうございます。ILS8.5 のリスニング力でも聞き取れん。すごく勉強になりました。<laughs> また発音の動画を上げてくれると嬉しいです。<laughs> はい。あげたいですね。ぜひ。あの、 あ、そっか。そういう需要があるっていうふうに分かると、あの、画線取りたくなりますね。なんか、それで言ったらやっぱ無限にあるんですよ、教材って。なんか、さっきの、あの、洋楽の話とかでもそうですけど、今の自分でも洋楽で聞き取れないことってたくさんあります。っていうか、うん、半分以上は分かってないです、多分。初見、初見っていうか、一番初,初めて聞いたものだったら、文字なしで聞いたら分かりにくいですね。 だから、そんなリスニング力なので、やっぱ日常生活でも、あの、聞き取れないものとか、やっぱありますよ。で、複数回聞いて、あの動画の時アイレツ8.5のっていう、その、非常訓練の、じゃあ非常訓練じゃない、非常ベルの英語アナウンスが分かんなかった、あの時みたいに、スローモーションにしてみたり、文法的に解釈をしてみたり、ネイティブの友人に聞いたりとかして、そうやって解釈をすることは、やり、やりますね。 ああでもそれが楽しいっていうふうに言っていただけるんだったらあの、また動画撮りたいと思います。というか、あ、そうか、なんかそういうネタを、ネタというか、そういう題材をあの僕に送ってくれたら、あの頑張って頑張ってあの、それを解釈して動画にしたりとかしたいですね。あ、それめっちゃ面白そう。なんか今すごく面白いアイデアをいただいた気がする。ということで、なんか、あの、この英語、 こうやって言ってるらしいんだけど、どうやってもこれには聞こえないぞみたいなものとかあったら教えてください。字幕、なんかこの動画のなんか19分44秒のところでこういうふうにこの俳優さんが言ってるんですけど、字幕でこう出てるけど、絶対にこれ違くないですかみたいな、そういうのとかあったらぜひ教えてください。そういうのを解釈して、あのー、深めていくのはすごく好きなので、全部答えれるかわかんないですけど、ぜひまたやりたいなと思います。ジョンタさん。 日本からトリニティカレッジに行くのは大変ですかあ、どうなんだでもトリニティカレッジに僕は行ってないのはちょっとわかんないですけどトリニティカレ、トリニティカレッジってメルボルン大学のファンデーションのことですよね違いますか <laughs> 違ったらごめんなさい。ファンデーションって行くのは大変ですかえ、そんなことないんじゃないですか実際に行かれてる方もお会いしたことあるし、高校を出て来られる方もいますし、 うん。英語力、そのアイエルツのスコアが足りないとか、あった時とかに行かれることもあると思うの、ね、で。だからごめんなさい。ちょっと多分トリニティカレッジのホームページ見ながらだと多分具体的に話していけると思うんですけど。ごめんなさい。ちょっと今の僕が持ってる情報ではちょっと具体的なことがお答えできません。すみません。どうなんだろう。いやそんなことはないと思います。大変、大変ですかっていうのがどうなの難易度のことかな難易度 お金の方のが大変なのかな, <laughs> な結構高いってのは聞いたことあります。あの、トリニティカレッジ、学費とその生活費とか。なので、そっちの方が負担が大きいのかな <laughs> はい。そういうことじゃなかったらごめんなさい。はい。えっと、カホさん。英語も数学も地先生はいつも秘めでました。ああ、はい。わかります。わかります。わ <laughs> かるね。それは。だから、あのー、やっぱり生徒の目線でもやっぱその、 あの何とも言えない気まずさってわかりますよね。なんか、先生に質問して、あの、あ、先生これ多分わかってないなっていう時とか、わかりませんか <laughs> なんか、あの、先生これなんですけどっていうふうに言った時の顔色ってやっぱ結構見ちゃう。僕はよやっぱ英語を聞くことが多かったですけど、でも自分が高校生の時とか振り返ると、やっぱ信用できる先生とか、フレンドリーな先生、または年齢が近い先生とか、そういう人を選んで、 いたなってのは感じますでもやっぱそうするとなんかやっぱ他の生徒もチップ先生って大体一緒なんですよねその英語の先生が10人いたとして10人に例えば500人いる生徒たちが50人ずつ分配されるかっていうと全くそんなことはないというかすごく人気の先生のとにところにガーッというふうに言ってで それに、それで、あのー、あんまり <laughs>、あんまり質問とか答えたりとかしない、ちょっとお時間のある先生、ちょっと言葉を選んで言いますけど、そういう方がいらっしゃる部分が、やっぱ職員室でも見受けられるなってのはありますね。やっぱちょっと気まずいですもんね。先生、これってどうなのっていうふうに言った時に。僕は、なるべく答えるようにしてましたけど、でもやっぱり、言葉に窮するような質問とかもたまにあるし、あのー、すぐに、 言葉が浮かんでこなない、いペペラペラ喋れないやつもありますね。何回も答えてるやつとか見た瞬間にあのパッとひらめくものはあるけどひらめくのに時間かかるやつもあったしそういうのは時間もらってちゃんと答えれるようにしてましたなんか知ったかぶりはダメなのでその日常会話だったら自分の信用を失うだけでいいですけど先生が質問してくれた生徒とか授業において知ったかぶりしちゃうとすごくそれは責任を伴うものになるので 個人基本的には自分はそういうことをしないようにしてました。まあ、それもあって、結構質問してくれる先生,あ生徒も結構いたりとかしたのかなっていうのは個人的に思っています。なんか、その時間やっぱり好きだったんですよね。質問答える時間。だから、加藤さんの質問を答える部分とか、ティーさんの質問を答えるときとかはすごく楽しかったです。はい、<laughs> もしここでも質問あったら聞いてください。あの喜んで答えます。<laughs> はい。 おじおじさん、あ、こんにちは。えっと、わ、気づいたらライブやってました。<laughs> 80分近くはい。来てくれてありがとうございます。この前も来ていただいて。次回日中にでも事前アナウンスがあると、あはい。ぜひ、あの、事前アナウンスさせてもらいます。なんか、なんか思いつきなんですよね。なんか妻が今日仕事で、もう帰ってきてるんですけど、夜まで仕事だったので、一人で時間あるなーっていう風に思うと、なんか <laughs>、話そうかなっていう発想に今なることが。 ありますね、これ2回,目2回目の配信で、おじおじさん前も来てくださいましたけど、その1回目の時がやっぱ思ってた以上に楽しかったというか、なんかこういう風に、音声としては自分一人でこうやって喋ってるだけですけど、いろんな人とチャットをしながらこうやって会話をするのがこんなに楽しいんだっていう風に思いながらやれてたので、今、思いつきでやらせてもらってます。はい、事前前アナウンスしますね次あの半日日とかかか、まあ、でもいいからなんか 一日前とかにできたら理想ですね。別に予定立てれるので、別にやれるかな。はい。ぜひまたさせていただきます。<laughs> はい。お願いします。あの、ぜひまた、あの、次回も来てください。次回もまたやりますので。ハル・イングリッシュさんあ。ありがとうございます。はじめまして。現在、セルタ受講中です。いつも計算の動うわー、めっちゃ嬉しい。いつも、K、さんの動画を参考に見ています。ありがとうございます。ああ、なんかやっぱ嬉しいですね。なんか、 なんかこんなこと言うのちょっとな,な、な、ちょっと嫌なんですけど、その、やっぱ YouTube をこうやってやってる以上、その再生回数っていうのはやっぱり見るんですよ。っていうか見ないと、その、どんな人がこう、自分の動画を好んでるんだろうとか、あの、この動画見てもらえてないから、あ、需要があんまないんだとか思ったりとかするんですよね。それはまあ当然だと思うんですけど、なんかセルトの動画は、 <laughs> なんかこんなこと言うと悲しいけど、あの、再生回数は他の動画と比べると、あの、格段に少ないですね。<laughs> で、あの、セルタを受講してた2年前の11月、そのライブで、その週に1回、その、その週に起こったこととかを、 まとめの形で動画を撮ってた5本の動画があるんですけどその当時もそのチャンネル全体の視聴回数とかもかなり落ち込んであの自分がこうやってやってることとかも別にあ,のあんまり見てもらえないんだとか思ったりとかしてちょっとへこんだというかあのまあしょうがないよなみたいな連れておけたいっていう人いないしなみたいな感じで当時思ってたんですけどたまに。 あの、セルターの動画、セルターの情報を開けていただいて嬉しいですとか、参考になりましたって言ってくださる方がいらっしゃって、こんな風にハルイングルスさん、今回この、このコメントでもそうですけど、いつもの動画見てくださってっていう風に言っていただけると、すごく当時頑張って撮った回があるなっていう風に思います。今受けられてるんですね。いや、セルター、え、パートタイムですかねフルタイムですかね それによってもまた違うと思うんですけど、僕はフルタイムだったんですけど、5週間のやつで、5週間の間は、ん好きな YouTuber の人のライブ配信を見に行く余裕は僕にはなかった。<laughs> まあ、その分自分が動画作ってたりとかはあったんですけど、でも、そのセルタの最中はかなりきつかったです。あ、ちょっと前提を話してなかった。セルタっていうのは、英語教師になる上での、 なんか国際的な資格なんですけど、僕は5週間かけてそれを取って、それによって今、語学学校の教員やってるんですけど、めっちゃしんどいことで有名なんですよ。だから、ハル・イングリッシュさん、今やられてるの、めっちゃすごいですね。あの、尊敬します。あの、早くやったから偉いとか、そういうわけじゃないので、セルテやった人はみんな偉いです。マジで。あれを乗り切れるのは本当にすごいです。自分は、その乗り切った人の中では全然大したことない方だなって個人的には思ってます。なんか、いや、本当そうなんですよ。 その英語の運用能力でもそうだし、なんか、あの教員としてのバイ,アバイタリティとか見ても、自分はまだまだだなっていうふうに思うし、今の職場見ても、やっぱセルタを乗り切った人がほとんどですね。そうじゃない人もいる。なんか、結構人が足りなくて、あのその時きにあの雇ってもらった人とかも結構いるみたいで、その人とかはあのセルタを持ってなくても、その下のランクの資格とかでもあの働けてたりとかするんですけど、今 僕の学校で働こうと思うと多分セルタぐらいないと基本的には難しいかなっていうぐらいなんかやっぱ1個の基準になってますね。でセルタを乗り切った人ってやっぱ事業はやっぱちょっと違う気がするんですよ。やっぱりあの対応力だったりとか視点だったりとかあとリソースリソースって何だろう日本語で言うとなんかその資料とかその授業のネタになるような いろんなものを掛け合わせて、こういうのでこういうアクティビティができるとか、こういうのであのこれを展開して、その後にこういうアクティビティをやったら、生徒の理解も深まるし、授業全体としてもまとまりが良くなるみたいな、そういう組み立てがすごくうまい人が多くて、自分ももっとそうなりたいなっていうふうに思ってます。はい。ぜひ頑張ってください。あの、今の現状とか教えていただけたら嬉しいです。チャットいただけたら嬉しいです。なんか、セルタをやってる人を聞いて、そういう方にこうやってやり取りができてとても嬉しいです。 おじおじいさん質問です。えっと、ワーキングホリデーやスチューデントビザかなスチューデントのビバイトの状況ってどうですかメルボルンでは仕事は見つけにくいとし聞きました。どうなんだろう現状としてはわかんないというか、この、この半年とか1年とかのスパンでの経過とかはわかんないですけど、やっぱどうなんだろうよく聞くのは、スキルがあまりなかったりとか、英語力がないですっていう方が、 あの殺到するタイプの仕事だとやっぱりなかなかあの競争率が高くなるみたいなことはよく聞きますよね仕事自体は数としてはあるはずなんですけどやっぱり英語がある程度話せたりとかスキルを持ったりとか資格を持ったりっていうところにやっぱり行くことが多いのかなっていうふうに思います全体としてはどうなんですかねうん一っ距離りはそうじゃないのかなっていうふうに思いますけど ごめんなさい。ちょっと僕がちょっとそこまで知り得てないので、なんとも言えないですけど、僕の身の回りというか <laughs>、僕の、僕今学校で働いてるので、生徒はバイトをしてたりしてるんですけど、そこで仕事が見つかんないんだよねとかは、あんまりそちら側の話を聞くことの方が少ないですね。で、例えば1ヶ月か2ヶ月の間、仕事がずっと探してるけど見つかんないんだよっていうのは、もうこの半年ぐらいでは一回も聞いてない気がします。 なんか、履歴書の添削したり、面接の練習とかしたりとかしますけど、そういう人も、あの、仕事もらったよっていうことを言うことの方が、あ言っていただくことの方が多いかな。それが、ちょっとどれだけ全体の傾向を反映してるのかはわかんないですけど、個人的にはそこまでじゃないのかなとは思うけど、どうなんですかね。僕の職種は見つかりにくいと思います。あの、語学学校の教員は、今、生徒数が、 ビザの関係でちょっと減ってて、あの、仕事を失っていく同僚とかが結構いる現状なので、今僕が辞めますって言ったら、ああ、じゃあ、またねっていう,うにすぐ言われちゃうと思います。で、再就職しようと思っても、なかなか見つからないんじゃないかなっていう感じがあるかな。はい。ごめんなさい。ちょっと全体のことが言えなくて、ごめんなさい。 ジョンダさん、回答ありがとうございます。メルボルン大学のファンデーションのことです。そうですよね。英語資格が英検準1級しか持ってないのですが、授業についていけるでしょうかまたファンデーションに行ってメルボルン大学に行けなかったという人はいますかあ、ごめんなさい。ちょっと最後の方はわかんないです。ファンデーションに行ってメルボルン大学に行けなかった人っていうのは聞いたことないというか、それだけ、それ,それほど母数が あるわけじゃないというか、そこまで知ってるわけじゃないので、ごめんなさい。そちらの方はちょっと僕は答えられないかなと思います。英検順位級って、あ、<laughs> また出てきた、これ。あ、ピースは出てこないんだ。あ、ごめんなさい。ちょっと、これたまにサインするとなんか <laughs> 出てくるんですよ、アイコンが。ごめんなさい。ちょっと別の話しちゃって。えっと、 準1 11級ですよね。準1級だとセパールでいう B2 とかのレベル、B1 から B2 ですよね。一般的には可能性ありますよね。IELTS でいう6ぐらいには相当すると思うので、はい、一般的には大丈夫な範囲だと思います。ただ、英語力、でも準1級あるんですよね。準1級は、 いや、全然すごいと思いますよ。だって日本で、ね、英語を勉強しようと思って、準備しようっていうふうに言ったときに、1級は結構現実的じゃないレベルぐらい難しいですけど、準1級まで上げれてるって、かなりいいことだと思います。で、あの、それ高ければ高いほどいいですけど、だけど、こっち来てからなんとかなる部分もあるので、準1級を持ってるっていうのはかなり大きなアドバンテージだとは思います。ただ、どんなレベルで海外に来たとしても、 どんなレベルで海外の教育機関に入ったとしても、やっぱり初めはやっぱりやられると思います。だって、自分ぐらいのレベルっていうふうに言っていいか分かんないですけど、ある程度高めた状態で行ってるっていうふうに思ってた自分でも、そこではそこなりの、そのレベルだったらそのレベルなりの苦しみがやっぱりどうやってもありますよね。英検11級の方だったら、やっぱそれ、その相応の大変さがあるし、僕の妻も初めて海外に来たとき、 にその英検で言ったらちょっとどれぐらいかわかんないですけど彼女妻のレベルなりのたしんどさがやっぱりありましたそれはその妻よりも英語力がある僕は大丈夫なのかって言われると決してそうじゃないじゃないですかそのレベルに応じた大変さがあるので順位級があるから大丈夫順位級じゃ足りないとか一概に言えることではないかなっていうふうには思いますただ セファールの基準で考えると、順位級のランクっていうのは、基本的にはファンデーションが全然可能だし、下手したら大学受験、大学院受験をしようと思った時でも、あの、アイエルツの6、またはまあ、もうちょっと頑張って6.5ぐらいまでいくと、あの、かなりバリエーション増えるじゃないですか。それぐらいのランクだと思うので、その試験で測れる英語力の,にの部分に関しては十分すぎるぐらいかなと思います。 高ければ高い方がいいけど、まあ、そこばっかりじゃないかなっていう気持ちもあります。はい。せいさん、えっと、仕事が落ち着いたら、TOEIC の自己ベストを更新できるから勉強しようかな。ああ、いいですね。なんかそういうのを聞くと、なんか自分もちょっとモチベーションになりますね。なんかそういうきっかけがあると、ちょっと頑張れますよね。自己ベスト。うん。なんか、そういうのがないと、TOEIC 受けようって思わないですもんね。<laughs> ックの会場に行くとやっぱ思うんですよ。その定期的に行くと、その義務感で受けなきゃ、義務感というかその義務として受けなきゃいけない場面の方もたまにいます。そのなんか会社の昇格で必要とか、そういうのであの、明確なスコアが必要だから受けるっていう人もいるし、自己啓発で受ける人もいるしっていうのはあると思うんですけど、で一定数もう900点とか超えてるのに、その900点から上を詰めようとする。 結構変態系の人がいるんですよ。その人たちは割と変態の類だと思います。だって900点と920点は、あの、英語わからない側の人からすると、そんなに大差ないです。<laughs> そうだと思います。で、あの、あの、聞こえとして990点満点が取れたらとか、そういうのはあると思うんですけど、その間を埋めるために何十時間も勉強して、あの、 長い時間の試験受けてでヘトヘトになって帰ってきてで、ね、自己ベストも更新できなくて心打ちひしがれてみたいなことがあってっていうのを休日にやるんですよ。<laughs> やっぱちょっと変態的な部分がありますよね。だから自分も割とそっち側だとは思うんですけどなんかそのテイさんみたいな人がテイさんはもう今の段階でもト i クかなり点数があるのでそれの自己ベストを更新しようかなっていうふうに思えるのはすごくいいことだと思います。あの、なんか、 モチベーション高く持って、ぜひやってみてください。自分も今度 IL2 を受けることになるので、IL2 に向けて頑張るので、一緒に頑張りましょう。はい。ハル・イングルスさん、セルタを受けられているハ,レハル・イングルスさん。セルタを受講するにあたり参考にできる情報が少なくイメージも持てなかったので、本当に助かっています。私はパートオンラインですが、パートタイムのオンラインですが、英語を教えた経験もなく、とても苦しんでいるので、まさに現在、リサブミットの、リサブミットね。あ、はい、は,は,はい、はい。 の作成中です。ケイさんのような対面フルタイムの方は寝る時間も限られているのと思うので、本当に、本当に尊敬してます。うわー、ありがとうございます。でも別にオンラインだから楽とか、パートタイムだからっていうのはまた違うと思います。パートタイムでもその分苦しさが長く続くっていうふうに思うと、僕多分我慢できない <laughs> というか、10週間ですよね。あの苦しみが、まぁ、あ、ちょっと、 分散されるとはいえ、11週間続くって思うのはちょっと想像できないな。それぐらいハードなんですよね。寝る間を惜しんでってのは本当だったと思います。ずっと学校に残って、家帰ってからもやって、その後また翌日の授業もあってみたいなことがずっとだったので、今思い返してもはっきりするぐらいしんどかったなっていうふうに思うんですけど、まあそれによって今,もあ今があるのかなっていうふうに思ってます。セルタの情報は当時の僕の 僕が受けようと思った時も基本的にはかなり少なかったです。YouTuber の森哲先生、わかる方いらっしゃいますかね森哲先生は、とても有名な英語講師でありながら YouTube もやられてる方なんですけど、その方の森哲先生のセルタ受講記は載ってます。<laughs> 当時から、当時拝見していました。逆に言うと、他の動画はあまりなかったので、動画というか、他の情報源ってそんなになかったので、なんか、その肌感っていうか、 自分に本当にできるんだろうかっていうのは常に思いながらだったし受けてる最中もずっと思ってましたねでここで言われてるリサブミットっていうのは課題を出した後にダメですって言われるやつですね <laughs> なんか課題がただでさえ授業とか予習とかあとそのやらなきゃいけないことっていっぱいあるのになんか週に1回とか課題があるんですよ なんかそれでなんか論文とまで言わないけどなんかエッセイみたいな感じで書かなきゃいけないものとかがあってそれを提出するんですけど提出して終わりであなたは10点満点中2点でしたもっとこうしてねっていうふうに言われて終わりじゃなくてなんか基準に満たしてな、に満たしてなかったら何回も勝ち直しをさせられるんですよ。何回もじゃないか。えっと2回か。リサブミットは2回までかな。 1>, 1回サブミットがあって、その後提停止するじゃないですか。で、そこでもあのその、マークする人の基準、その人の基準に合わないなっていうふうになったら、なんだ、もう1回リサブミットの2があって、リサブミットの2も失敗すると、その科目でツがつくんですよ。で、ツが2個あると、セルタは通れない。で、ツ1個まではいいんじゃないかな、確か。でも、ツあると、もう精神的にもう。 もういつも先生にもフィードバックでもボコボコにされるしもう睡眠時間も削られてるしメンタルも本当に不安定なとこなのにこの科目で罰ですとか言われたらもう僕は多分精神崩壊してやめてましたね僕は幸いリサブミットも何回かありました、2回かな2回ぐらいありましたけどでなしで一発で通ったのも何回かあってそれによってちょっと救われましたリサブミットあるとその翌週の授業とか死ぬんですよねだって <laughs> 翌週の授業だけでも寝る間を惜しんでやらなきゃいけないのに先週の分のいわば借金があるんですよ先週出して完結されるべきだった課題をまだ不十分だから今週もやりなさいって言われて月曜日とか火曜日にやらされるんですよまあ地獄ですよねもうそれを今やられてるっていうことなのであの本当頑張ってくださいそのハルイングルスさんあのリサブミットになったから自分の力が足りなかったんだとか思わないでくださいねその 自分のスキルが足りなくて、自分のやつが甘くてとか、自分の力が通用しなくて、リサブミット、最低質なんだっていうわけではないと思います。で、日本でなんか例えば宿題出して最低質っていうのは、もう先生がもう全然ダメっていうふうに言った時じゃないですか。で、あの、この世はこのままでは通すわけではにはいかない最低質っていう感じだと思うんですけど、セルタにおけるリサブミットはもう本当に 先生の方からするとすごい気軽に、まあ、1回ぐらいのサブミートは普通っていう感覚で出してくるものなので、ちょっと基準に足りてなくて、だ,っていうだ,け,だけでもなるので、あまり気にされないようにしてください。僕は一番始めた時かなりメンタルくらったので、そのメールが来た時はもうかなり。 ケイ、すごく頑張ってたね。こういうところとかよくできてるよ。こういうところにはとても評価をしたいと思うよ。でも、最低質だ。ここの部分ができてないっていうメールが来たときは、かなりあのメンタルやられましたね。はい。なので、あのそんな風にならないようにしてください。はい、<laughs> <laughs> はい。えっと、ジョンタさん、メルボルン大学に行くまで、K さんの動画をモチベーションにしたアイエルズの点数を伸ばしたいと思います。すでに高3ですが、あ、高3なんですね。 <laughs> あの、想像していたよりも。あ、そうか。高3だからファンデーションってことなんですね。ああ、すごい。ってか、高校生の時にファ,ンデーションーファンデーションに行こうとかいうふうに思うのがすごい。海外に出ようって思うのがまずすごい。その視野を持ってることにまずすごいなっていうふうに思います。アイエルツの点数がまずいるんですよね。なんているんですかね。5.5とかいるのかな。 どうだろう準1級。準1級ってのは多分使えないですよね。その、セファールとかで対応する他の TOEFL な,なり、PTE なり、受けなきゃいけないと思うんですけど、その i e l ツを受けられてるってことですね。高3で i l エツ受けるってすごいな。たまーにいますけどね。あの、僕の今、語学学校で働いてるとこでも、日本人の高校生の子とかがや,やってきて、あの、 アイレツのコースを取ってるんですっていう人がいたりとかします。その留学の最中で。だからそういうのとかもあったりとかするから、そういう人たちが、あの、これから、あの、英語をガチでやり続けていった結果、あの、もっともっと僕なんかよりもすごいレベルまで到達できるんだろうなっていうのを思います。当時の自分はそこまで思えてなかったので。はい。<laughs> はい、はい。えっ、ー、と、この場にある質問はちょっと答えられたかなあの、また何かあったら質問してください。 インスタの方でもらってる質問が溜まってるので、ちょっとそちらに振りますね。いただいてる質問。この質問をされた方が今ここにいらっしゃるのかかわかんないですけど、ちょっと読み上げさせてもらいます。教員の経験がなくてもテソルを取得して海外で働くことはできますかできますね。できます。はい。あの、 教員の経験がなくても、マスター・オブ・テソルにも行けるし、テソル関係の他のサーティフィケットとか取る,取ることもできるし、なんなら別にセルタだって取れます。僕があれだけ苦しんだセルタも別に教員の経験はいらないです。ただ、その中で大事なのはやっぱり英語力だし、IELTS のスコアだったりとかがあるので、そっちのが大事かな。実際の教授経験はあったらいいよねっていうボーナス的な要素だなっていうのを結構感じました。 僕、マスター・オブ・テソルっていうメルボルン大学の教育学部のとこに行ってましたけど、実際に教授経験を持ってる人っていうのは、半分以下っていうか、まあ、3割ぐらいなんじゃないかな。で、あの、社会人を経験して、ここにやってきましたみたいな感じで行って、日本で英語の教員やってました。何年やってたの ?8 年ですとか言うと、うわ、すごいねっていう風に言われることのが多かったです。もう、プロフェッショナル級みたいな感じで、それだけエクスペリエンスだねとか言って言われることのが多かったかな。 セルタも半分ぐらいは他の人たちはあの教授経験がなかったです。ただ、その人たちはもうネイティブであったり、もうネイティブレベルのもう英語の流暢をさを、流暢さを持っていたので、その人たちと自分の英語力ってまだまだそこまで全然そんなところじゃないから、そのネイティブの人たちの中でやっていこうと思ったときに、 その自分の力はまだまだだったんですけどその時に自分の教授経験自分が日本で英語を教えてたっていう経験とかがかなり生かされたなっていうふうに思ってますだからあった方が具体的にそのテソルを学ぶ上でもイメージがしやすいテソルで教室運営とかクラスルームランゲージとかあのペダゴジー的なペダゴジーって日本語で何だろう方法論っていうか 手法っていうのかなそのテクニック的な部分とか、授業をどうやって展開して、具体的にやっていくかみたいな、そういうことを学ぶ上でも、実際に教室で教えたことあると、頭の中に浮かんでくる映像がよりクリアになるから、そういうメリットはあるかなと思います。ただ、なくてもいけます。次の質問に行こうと思ったら、チャットの方でいただいているので、こちらの方を読ませてもらいます。ハル・イングリッシュさん、セルタをやられているハル・イングリッシュさん、おっしゃる通りです。TP の tp は teaching plan ですね。<laughs> の準備をしつつリサブミット中なので追い込まれています。うん、そうですよね。ネイティブ含めてクラスメイト全員リサブミットなので、うわあそれがせめてもの慰めです。チューターのコメントも分かりにくく、メールで何度も質問してます。うわー大変ですね。うわそっか、全員リサブミットなんですね。え、じゃあなおさら別にへこむことじゃないですね。って,ってことはへこ,、ま、へ,へこまれてないですよね。あ、よかったです。あの そ,ういうそこでメンタル削られるとやっぱ普段何もなくてもメンタル結構やられるのにそんなセルタで消耗しなくていいところで消耗すると結構きついのでもう流してくださいチューターのコメントも分かりにくくそっかそれもありますよね2人ぐらいいますよね僕は1人のチューターの方はすごく良かったですけども,もう片方の方は結構その多分ハル・イングルスさんのほ,ほとその格好と同じように結構具体性を書く助言が 多かっっったなてていうのがあって感覚的ちょっと感情的な部分とかもあるのかなとかあとこんなこと言いたくないけど自分があのアジア人で英語を勉強してな,なってやってきたっていう立場だからまだこういうとこ甘いよねみたいな感じでそこの部分のバイアスかかってるだろうなっていう助言をもらうことのが多かっただから素直に自分の教員の面を見られてるというよりかはちょっと偏見というか 色眼鏡かかってるんじゃないかなみたいな助言があったイメージがあります。なんかそんなイメージをそんな思い出を思い出してしまいました。頑張ってください。カホさん、えっと、今年6月に高校で出会ったカナダのホストファミリーと日本で、日本で会います。高2の時からもう6年も経つ。そうだね。そのカホさんが、カホさんは一緒に僕と一緒にそのカナダには行ってないんですけど、その後にね、あのその子たちが、カナダの子たちが、 やっっってててくくるいう時にに一緒に手伝ってくれたたりとかをしましま当時の僕があの高校の留学プログラムっていうかあの短期留学プログラムの,その責任者的な教員だったのでそれを印刷をしたりプログラムを組んだりその向こうのカナダの先生とやり取りをしたりっていうことをやってたんですけどその時にカホさんみたいな生徒がいたことによってすごく僕もやりやすかったというか。 あの、留学プログラム自体がすごくうまくいったなっていう風に思っています。で、その時に出会った <laughs>、ホストファミリーの方と、今も会えるってすごいなだって、去年も行ってるはずなんですよ。去年の9月かな ?9 月かなんかに多分カナダに行ってると思うんですよ。で、また次6月に今年でこっちで会えるってやっぱすごいですね。まあコロナとかもあって、なかなか、 そのやり取りをすることができない時間があったりとかした年代でもあるので、それもあると思うけど、その時にできた絆が、いや、すごいな。6年も経つんですね。いや、すごい。本当にすごい。あの、個人的に、その留学のやつやってた自分としてもとても嬉しいです。ぜひ、楽しんできてください。楽しんできてね。楽しんできてねっていうか、あの楽しんでもらえるようにあの、ホストをしてあげてください。 ジョンタさん、実は小さい頃、オーストラリアのパースにホームしていたことがあり、将来オーストラリアで働きたいと思っていました。あーパースにいられたんですね。いらっしゃったんですね。そっか。そっか。その上でメルボロン大学に来て、その上であの学校も出て、で、働くこともできればっていうことなんですね。とっても羨ましいというか、小さい頃にオーストラリアのパースに来るってどういう感じなんですかね。 僕たちはあの夫婦で去年あそこ訪れましたけどめちゃくちゃ綺麗だったし人生観変わるぐらいなんか特別な体験だったなって思ってますオーストラリア自体あの国としてとてもいいし快適だしあの素晴らしい景色のとこもいっぱいあるし人も良くて環境も良くてっていうの,のがあるんですけどパースにいた4日間もう本当に短い間でしたけどその時に感じたこととかあの見た景色空の色とかは今でも結構色濃く 印象に残ってます今からオーストラリアをあの出ることになって10年ぐらい経って日本で生活して昔オーストラリアにいたんだよなっていうふうに思い返した時にメルボルンの景色と同じぐらい結構パースの映像は思い出すんじゃないかなそれぐらい結構特別な雰囲気があった素敵な場所だったなってのを思ってます多分その印象もありつつ将来働きたいな働くならオーストラリアかなっていうふうに思われたのかな と勝手に想像してししてままいましたあのオーストラリアで働くのはとてもいいことだと思うので、まあ、給与が高いとか、まあ、そういうなんかそういういメリット的な部分だけじゃなくてなんかやっぱ日本と労働感とかも違うし勤労,感か勤労感とかも違うしそういうのをあの日本でも働きつつこっちでも働きつつみたいなことをするとなんか面白いかなって思います。はい。えっと ハル・イングルスさん、リサブミットは FOTL な,なのですが、一部の考察,考察についてノーエビデンス <laughs> といったチューターのコメントがもらってきてもらって驚きました。<laughs> はい、そうですね、ノーエビデンス <laughs>。いや、なんか、うん、なんか、なんとも言えないけど、 セルタの中退やる人ってやっぱすごいなとは思うんですよ。だって、自分の一受講者としてセルタやるのって大変だったし、それを指導するのって大変だと思うんですけど、でも、そのやる側の方も、<laughs> そっか、ノービーエビデンスとか、<laughs> 言っていいのかわかんないけど、<laughs> 指摘する方は楽だよなとか言ってちょっと思っちゃう部分もありますね。<laughs> なんか、あの、ノーエビデンスってのは言いやすいんですよ。ここ証拠ないよってのは指摘しやすいんですけど、その、その指摘を一言もらうだけで、こっちの何時間という時間が割かれるのになとか思って、で、それを割くことによって自分の力が向上するならいいけど、なんかそういうのじゃなくて、なかなか、なんか、あの、 これ、最低質にさせるために言ってるんじゃないかなみたいなに思ったりとかすると、チューターの方の信頼感がちょっと失われますよね。ごめんなさい。ちょっとハル・イングリスさんに該当するか分かんないですけど、僕なんかそんな風に思っちゃいました。テイさん、コンフォートゾーンの話を意識してちょっと仕事頑張ってみます。あ、ぜひぜひぜひ。そのコンフォートゾーンの話はとても、あのまあ、ちょっとあの30分ぐらい前に話したんですけど、なんか自分の快適なエリアっていうのに居続けたらダメで、そこから出ると。 一番しんどい時間がやってくるよねっていう話だったんですけどなんかそれってあの英語学習でも仕事でも人間関係でもいろんな場面でやってくると思うのでなんか物理的なコンフォートゾーンもありますよね日本とか実家とかあのホームタウン自分の地元の街とかそういう場所ってすごくいいとこだしそこにいる時間があるのもいいんですけどそこから出られない人間になっちゃうとあまり良くないだから物理的に外に出るっていうのは1個の手段だし今 自分はこういうライフスタイルを送ってて、まあこれが今快適だなって思ってるけど、より自分を強くしよう、より自分のスキルを高めようって思ったら、なんかなかなか手に取ってない参考書を持ってこれやるとか。で、これやってるとしんどいじゃないですか。あの、いつも携帯見て、インスタのリール見て、こうやって携帯見ながら過ごしてる時間をこれに置き換えるって相当な覚悟がいることだと思うんですよ。で、それに順応しようと思って一番初め過ごしてる時が、 一番しんどいと思うので、だからその時間をうまく乗り切ってやれるといいし、仕事でも一緒ですよね。はい。ていさん、頑張ってください。あの、かけながら応援しています。森のマさん、はじめまして。今、ライブされてる話とはそれてしまうのですが娘がメルボルンにワーホリ留学しようとしていて、はい。今、語学学校を選んでいます。娘は勉強嫌いなので、みんなで勉 英語でゲームをしたり、コミュニケーションをとるような学校を希望しています。正直、たくさんありすぎて分からなくなってきました。T さんがいらっしゃる学校には日本人はいるのでしょうか日本人の生徒さんってことですよね。あの、これ、あの、<laughs> 言うべきか分かんないんですけど、あの、あーどうなんだろう。言っていいのかなまあ、言いますけどあの、あんまいないですよ。<laughs> なんか、 この語学学校に日本人はあまりないっていうふうに言うと逆にふあの増える傾向はありますよね <laughs>。なんか <laughs> だからあの日本人の人って日本人の生徒率ってあの高い時と低い時がやっぱあったりとかするらしいんですよ。学校でも。まあ日本人に限らないですけどね。なんかあのタイ人の生徒がすごく多い時期、トルコ人が多い時期とか僕の学校でもあるし他の学校の先生聞いてもあるんですけど。なのであの うちの学校はでも全体的に見ると日本人の生徒さんは少ない方だとは思います。比率で言うとですね、その1人とか2人しかいないよとかそういう意味じゃなくて、あの、一定数はいますけど、全体の比率から考えるとあんまり多くはないかな。なので、おすすめですっていうと回し物というか、ま、回しても僕には別にそんな直接的なメリットはないんですけど、だけど、あの、あの、あんまりはいないです。<laughs> はい。 <laughs> なんかうんどうだろう自分の授業に配属された日本人の生徒さんっていうのは今までどれぐらいだろううんま10人いないぐらいですね1年半ぐらい教えていて1年34ヶ月教えてて直接授業の自分の授業に入ってきて一緒に勉強したのはそれぐらいですねであの他の 場面で、あのー、友達の友達っていう形であったりとか、授業の外でなんかやり取りをする場面とかがあって、日本人の方がいたりとかはありますけど、比率としてはすごく少ないと思います。僕の学校は基本的には、他の、他の学校、メルボルンにある他の学校、いうか、オーストラリアにある他の学校と結構似た比率で、やっぱ、あのー、一番多いのはラテン系、南米系の方が多いかな。南米って言っても、あのメキシコとかも含んだりしますけど、あの中南米の方の あの生徒がスペイン語話者の生徒が多くてヨーロッパの生徒も、まあ、ちょっとはいますねハンガリーとかスペインとかドイツとかの生徒もいますねあ,のあとはトルコとタイとベトナムが多いかなでもトルコタイ南米系っていうのが多分三大トップで日本人は1割以下の部類ですね もうそれぐらいの比率です。だから、環境としてはとってもいいと思います。勉強嫌いなので、みんなでゲームをしたり、コミュニケーションをとるような学校を希望しています。ああ、いいですね。なんかそういう風に言っていただけると、なんか、なんか、なんか、自分のとこ来てくださいとか言,って言いたいけど、自分は割となんかそういう風に授業ができたらいいなと思ってやっています。あの娘さんの期待に会えるかわかんないですけど、もし、あの、こっちにやってくることがあって、僕の学校に来ることがあって、僕の授業に配属されることがあったら、一緒に頼みまし楽しみましょう。結構。 結構あの可能、可能性だと結構低めなこと言っちゃいましたけど、はい。もし、あの、来られることがあるんだったら教えてください。ジョンタさん、大学ではサイエンスに行って、大学院で医学部に行こうと思っています。ああ、そういうことですね。大学、そうですね、学士っていうか、ま、バチェラーの方でサイエンスに行って、大学院の方であーメディスンに行くってことかな。ああ、すごいですね。なんか、今、高3でそのプランの感じ、いいですね。なんか、 野心もありつつ、現実的な、あのー、部分も見つつって感じですごくいいバランスでや,やれてると思います。その高校生の時とかってなかなか外に目が向きにくい側面もあったりとかするじゃないですか。親とか先生とかで、あのー、こういうものだよって型にはめられてなかなか視野を広く持てなかったりとかすることもあると思うのでそんな環境を まあジョンタさんの環境がどうかは分かんないですけど、そういう場において、あの、それだけ視野を開く持てっているのはすごくいいですね。しかも、高3の4月ですよね。あと1年間あるってことですよね。その、高校の卒業までは。だから、時間もたっぷりあるので、どういう形でもいいと思うし、ファンデーションっていう形でもいいし、どういうふうでもいいので、アイエレツのスコアあれば直でも入れたりとかするので、それも一個あるかもしれないですね。その、なぜそういうかというと、その、ファンデーションに行くことも経験だと思うし、その、 グラジュアルステップになるじゃないですか。グラデーションがちょっと緩やかになるっていうか、この階段からこの階段に行くと結構カルチャーショックだったり、ちょっといろんな衝撃が大きかったりとかしますけど、間にファンデーションっていう間を持つと、グラデーションがちょっと緩やかになる分、ちょっとショックへの対応が増えるという、あの、対応がしやすくなるっていうか、その、いきなり学士に入るよりも、 そのハードルが低くなるというか、ちょっとずつ準備しながら入れる感覚があるのかなというふうに思うので、そういうメリットはありますが、経済的な負担とかはやっ,ぱりとかやっぱりあったりとかするので、そちらの辺は、その家計の方とかと、あの状況を見ながらって感じなのかなと思います。はい。えっと、TF さん、こんにちは。アデレートに在住しており、いつも見てます。ありがとうございます。アデレートに来る予定はありますかあ、行きたいですね。アデレートは、 南オーストラリアなので、ど、どれぐらいなんだろう飛行機だと、飛行機だと1時間ちょっととかで行けるのかな車ではちょっとすげえ頑張らないといけない距離なんですけど、どこか、また行きたいですね。その、オーストラリアの主要な街はまず行きたいと思っていて、今んとこ政府、今んとこ政府制覇してるのが、 シドニーとパースとブリスベンなんですよ。で、ゴールドコーストも先日行ってきましたけど、そういう形で行ってきましたけど、アデレートも行きたいですね。アデレートも大きな街だし、あの、なんか街並みを見に行きたいとか、あの、やっぱりメルボルンと違う部分がいろんなところでやっぱあるので、そういうのを感じる旅がしたいですね。旅じゃなくてもしかしたら、どうなんだろう、住むこともあり得るのかな将来的にどこに住むのかわかんないですけど、もしかしたらそういう、 アデレートの可能性もあるのかななんかそういう風に考えると楽しいですね。あの、来られる予定は、予定としてはないですけど、いつか行きたいなとは思っています。あの、何がいいとか、あのどこ行った方がいいとか、そういうのがあったらまた教えてください。はやなさん。<laughs> ごめんなさい。飲みます。 中学英語も曖昧な感じなんですが、英語を勉強したいと思っている大人です。何か、何から始めたらいいのかもわからず、おすすめのテキストとかでよ,くよろしければ教えていただきたいです。おすすめのテキスト、あの、今、手元に何かあるわけじゃないので、それはちょっとお見せすることはできないんですけど、中学英語が曖昧な感じっていうふうにおっしゃられてるってことは、中学英語、 そうですねそれだと多分一番初めは多分僕だったら英単語をやるのと英文法をやるっていう一番の基礎のところになると思います。でそこが多分なかなか何始めていいか分かんないっていうのはすごく分かりますね。テキスト今お伝えできるかなちょっとあのタイトル曖昧ですけどあの 基礎から始まる、基礎から始める中三英語、中学、中学英語か。基礎から始める中学英語かな。あの、B4 ぐらいのサイズ感で、ちょっと見開きで大きい感じのやつなんですけど、中学3年間分の文法事項、英単語、英語表現っていう3種類があって、それを、あの、おさらいをしていくことができるシリーズはあります。これ、チャットとかで見、なんか、 れなないのかなちょっと待ってくださいね。どうせだったらちょっと検索してみます。それをやるのは一個ありだと思います。あちょっとオーストラリアのアマゾンしか出てこないですね。日本のアマゾンに行きますね。なんかそういうなんか信頼できるテキストを見つけてからだと思うんですよ、正直。なんか英語をやろうって思ったとき、 先生から始めるか、本から始めるか、まあ本または動画とかから始めるかっていう、やっぱ二択だと思うんですけど、先生も教材もやっぱこれは信用できるってものがないとなかなか難しいですよね。ちょっと待ってくださいね。中学、中学英語っていう表現はあったと思います。はい。パッと出てくるかな。あ、あった。はい、ありました。じゃあこれちょっとリンクありますね。 見えるかなあ、貼れないですね。ごめんなさい。なんか、URL が長すぎて、650文字あるから、チャットの文字数超過してますよって言われて貼れませんでした。すみませんな。どうやったら見せれるかなあ、じゃあちょっと、すごい物理的な方法を取りますね。ちょっと待ってくださいね。ちょっと待ってくださいね。はい。 これですね中学校3年間の英語が1冊でしっくりわかる本みたいな上に書いてあるの見えますこの本をこの商品を購入してるのしたのは2000何年ってあるじゃないですかこれ実際に買ってるんですよはいあのこれはあの妻が英語の勉強を始めなきゃいけないオーストラリアに来るから英語の勉強をしなきゃいけないってなった時にこれのシリーズを買いましたこれは英語表現と英文法とあと あと、A 単語か。その3種類があって、これは信用できるよっていう風に妻に言って、妻と一緒にやったりとかしました。なんか、やっぱり A 単語とか、A 単語はまだいいや。A 単語はまだ闇雲にやって進むことができるので、A 文法は闇雲にはいけないじゃないですか。なんでかっていうと、奥が深いんですよ、思ってる以上に。なんか、B 動詞をやれば簡単だよとか、英語は単語だからとか、そういうなんか、 無責任なアドバイスをする人とかたままにいませんかも,もちろん言ってることは分かるし大衆に響くのはそういう言葉なのはすごく分かるんですけど英文法っていうのは今の自分が向き合ってもまだまだ奥が深いなって思うぐらい広い世界なんですよ。それを何かあの何にもあんまり知識前提の知識がない状態で文法書を買ってきたからやってみようって思って。 噛みついていいててけるかっていうと多くの人はできないそれはもう根気とかの問題じゃなくてもう地図なしで全く歩いたことない街を散策してなんか情報を得てきなさいって言われてるようなものでむしろそれってあの何もあのしんどい思いだけして力もあんま大してつかないっていう部分があったりとかするので結局何が言いたいかっていうと信頼できるガイドになってくれる先生だったりパートナーだったりそういう方がいらっしゃるとか。 あとは、この本だったら信用できるってものを進んでいくとか、あとはその信頼できるパートナーもいつつ、信頼できる教材があるっていうのが一番いいですよね。あ、あとそうだ、信頼できるその学習パートナーもいるとなお良しです。同じペースで進んでいく友達、またはちょっと前、ちょっと後ろを進んでるぐらいの友達と一緒に勉強するっていうのもありですね。あ友達じゃなくても家族でもいいです。 そういう人と進んでいくと自分の座標がちょっと分かりやすい。自分の座標が分からないまま英語学習の駒を進めていくのは難しい。なんかスゴロクとかで考えるとなんか6の,6の目が出て6個進みます。こうやって進んでいくとするじゃないですか。6個進んでくださいっていうふうに言われてこうやって一本道だったら進めると思うんですよ、誰でも。でも英語学習ってそのスゴロクで 1一個も進んでくださいって言っても何方向にもその分岐が分かれてるんですよ。で、そのどこに行っても同じとこに繋がるわけじゃなくて多くの人はそのまま迷い込んでいくんですよね。だから <laughs> 何か座標を記してくれるような参考書、先生、学習パートナー、 とか、英語のコーチの方でもいいです。そういう人がいてくれると、あ、今 B 同士のこういうとこにつま,つまずいてるんだね。じゃあ、ちょっと B 同士、一般同士に行く前に B 同士のこういうとこ見てみようかとか。今、あの、何々さんが、あの、書くときに困ってるのは、現在形じゃなくて過去形のことが多いから、過去時制について考えてみようか。過去形と過去進行形ではこういう違いがあるし、現在官僚はこういうふうだよねって言って、なんか体系的に教えてくれる先生がいたりとかすると、 全体像がつかみやすい。で、全体像って、本当の全体像を見る必要はなくて、別に英語,せ英語の先生じゃないかな。だから、手元だけ照らせればいいんですよ、まず。なんか、ライトで手元をこうやって照らして、あ、これぐらいなんだなっていうぐらいの範囲が、ちょっとずつ広がっていくと、英語全体のとこまで、ちょっと目が行き届くようになるんですけど、はじめは何が一手目にあるのかがわかりにくい。一般的に言うのは英単語ある程度やって、 B 動詞とか動詞の役割を学んで、その後主語と動詞の関係を学んで、形容詞、副詞、前置詞の役割っていうのを学んで、その後に構文とか、比較とか、あの否定の構文とか、そういうのを学んだりとか、を文法としてはやるんですよ。それと並行して、あのリーディングやったり、リスニングやったりとかがあるんですけど、その辺をあの何か座標を示してくれるようなものがあるといいですね。で あの参考書で言うと、まあ、さっき言ったやつとかが結構、基礎、中学校の部分ちょっとできてないんだよねって人とかが、あの、見やる分には結構良かったりとかします。加えて、え、YouTube の動画を見たりとか、あと、プラスでもうちょっと詳しい、もう少しレベル高めの参考書と合わせて使ってみるとか、そうやっていろんなところを参照しながら進んでいくと、あの、前に進みやすいかなと思います。はい。他にも、あの、聞き入れないことがあったら何でも聞いてください。はい。お願いします。 森の熊さん、魅力的な情報ありがとうございます。後ほど DM させていただいてもよろしいでしょうか。はい、全然大丈夫です。はい、<laughs> ぜひください。おじおじさん、そうい,そういえば、ジョンタさんの内容から一つ思い出したというか、以前から気になっていたことがありました。オーストラリアでは学部での専攻と大学院の専攻は違ってもいいとどこかで見たのですが、 日本の大学がフィジックスで、オーストラリアで医学みたいなことはできるんでしょうかもちろん、アイエルツを取ってる前提です。ご存知でしたら教えてください。はい。大体できると思います。大体できるメディスンはどうかなでも、できることのが多いことのが多いと思います。<laughs> 今、日本語変だったな。はい。できることが多いんじゃないかなっていうふうに思います。関連してればなおよしですけど、どれぐらい離れて,てもいいんだろう。でも、 僕結構それ調べたことあるんですよ。なんか自分がそのマスター・オブ・テソルっていう一番馴染みのあるものではなくて他の例えばあのちょっと関心があったのはあのナースなんですけどその看護師とか看護系のどこ行こうと思ったら何がるいるのかなっていうふうに思った時にその大学の要件とか見るとアイエルツとかあの成績とかありますけど 学士校の時に、バチェラ、バチェラの時に、必ずしもこれを取ってなきゃいけないみたいな、物理学、生物学専攻じゃなきゃいけないとか、そういうのはあまりなかったと思います。まあ実際自分がこれやったわけじゃないので、ちょっと具体的には言えないんですけど、割と違ってもいいんじゃないですかね。でも、法学部、ロースクールに、 言っていた友人はあの高校じゃあ大学の時が学部のところが結構あの政治経済系のその中の法律系っていう政治経済学部みたいなところの中の法律専攻みたいな感じでちょっと法律っぽい要素があったんですよ。でその部分はあの法学部に、ま、あの法のマスターの部分ですよねそのロースクールに入る時にアピールしたというふうに言っていました。 だから、その辺でつながりがあるとなお良しだし、それが条件になるような学部学科もあるのはあるのかなとは思いますが、マスター・オブ・テソルとかはっきり言って全然関係ないですね。<laughs> マジで関係ないです。どの条件、どの分野から来ても大丈夫だと思います。はい。はや、い、なさん、調べていただきありがとう、調べてくださりありがとうございます。はい、いくらでもどうぞ。あの、なんか、あの、具体的にこういう参考書が他にもってことだったら教えていただければ、なんか調べます。はい。ハル・イングリッシュさん。 先日日常ブログを拝見して、はい、同僚の爆速英語についていくために <laughs>、はい2個ぐらい前の,の Vlog ですね、えー、爆速英語についていくために、YouTube を聞かれていましたが、音声教材をどのようにして選んでいましたか,選んでいますか、ちょっと噛むようになってきた、ちょっと水飲みますね。水というか、お酒飲みますね。音声教材をどのように選んでいますか、お,おすすめのお気に入りのチャンネルなどがあれば教えてくださいってことですかね。 お気に入りのチャンネルなどから選んでいるのでしょうかはい。うーん。場合によりますね。場合によるかな。なんか、バリエーションがあった方がいいので、そのトピックであったりとか、そのトピックとかアクセントとか、年齢とか性別もそうですよね。多岐にわたるいろんな人の声を ちょっと早めで、訓練はしていますで音声教材は基本的には一番頻度が高いのは BBC の Larning English っていう 6minutes English っていう6分間の英語のプログラムのやつがボックスセットになった動画があるんですよ。6分間の英語の講座がガッとあの束になってあの1時間ぐらいの動画になっているやつがあるんですけど、それを あの家事するときとかはよく聞いてます。通勤のときにも聞くことも多いかな。で、それも何回も聞いてるから内容を覚えちゃったりとかしてるので、もうそれはもあの聞きながら、あの、シャドーイングっていうかオーバーラッピングをする練習としてあの使ったりとかをしてます。で、その他にも、初めて見る、初めて聞くものっていうのもやらなきゃいけないので、それはテッドが多いかな。テッドでスピーチのものを聞いたり、 テッドエデュケーションっていう、テッドが出してる、そのアニメーションを使った短めの、その教養講座みたいなやつがあって、そこで、例えば、あ例えば、人間のた代謝はこうなってるよとか、糖尿病になるメカ,メカニズムはこうだよとか、あの、古代プトの紙の歴史はこういうのから始まったよとか、そういう話題とかがあったりするんですよ。それって、日常会話のネタにもなるし、それと、それに加えて、なんか、あの、 あの自分が自分がよく見る分野の英文から得られる英単語の種類って結構限りがあるのでそこであの普段関心のない課題あの話題とかを聞いてそこから語彙を盗んでくる語彙を集めてくるみたいなことをしたいのでそれを倍速で聞くことによってリスニングプラス語彙学習をしたりとかしてます。 はい、音声教材は、だから一貫性はそんなにないですね、BBC とか TED を見てるっていうのと、あとはランダムであの外国人の方の喋り多め系の Vlog をあの見たりとか、あとは、あとよくあるのは、名前忘れた、X プロセスって名前だったかな、あのそういうなんかプロセス、つまりその工場とかでこういうのが作られてるよっていう手順をたまに英語で勉強してる、英語で解説してるやつとかがあるんですよ。 なんか、工場見学に行ったときみたいなイメージなのかなそれを英語で全部説明してくれるみたいな。なんて言ったらいいんだろう。日本語でもありますよね。日本の、日本語の動画で、例えば、あの、醸造数ができる過程はこうですよ、みたいな。はじめに米をこうやって、こうやって、こうやってやるんですよ。これをこうやって保管して、な何年経ったやつをこうやって使うんですよ。で、こうやって今、こうやって見られてるんですよあ。飲まれてるんですよ、みたいなことを。 やっったたたりりりすすすするるる話しとととかか動画があったりとかすると思うんですけどそういうい英語版をたままに見てますそれが IELTS の,あのタスクワンのタスクワンでそういうのがあるんですよね手順を説明する部分とかがあるのでそれにも生きるかなと思ってなんかこういうあのフライドチキンとか作るときにこういう過程になってるよとかあとなんかコーヒー豆を焙煎する過程はこうだよとかそういうのを見ながらああこういうときにローストって言葉使うんだとか新しい単語を得たりとかしてますはい。 む,むしろ、あのあ、そうですね。そうやって得ることが多いかな。おじおじいさん、ありがとうございます。どういうふうに調べたら、どのくらい GPA が必要なのかわかりますか例えば、大学のホームページのどういうページみたいなのがあれば教えてください。大学のホームページ、GPA か。え、リクワイアメントにありませんかねリクワイアメントっていう、なんかその、条件っていうか、そのあ、リクワイアメントってか、レクイジットって書いてあるかなレクイジットって書いてあったら、やっぱり、あの、その、 出願の際に必要な事項なので、出願の条件みたいな部分があるので、そこに載ってるんじゃないかな。GPA って載ってるのかなえー、やっぱでも、それは、この前、前回の、あのー、配信の時にも話しましたけど、多分、アセスメントをすることのが大事なんじゃないかな。その、書類付けで大学に送るとか、エージェントに送るとか、そうやって分かることなのかな。 具体的な GPA の数値はあんまり載ってないこともあるのかなでも見たことある気がします、どっかの大学で。だから載ってる部分もあるのかなと思いますが。はい。どこに載ってるんですかねあの、アセスメントをした方が早いかもしれないですね。ジョンタさん。費用を考慮しないとして、ファンデーションから行くのか、そのまま入るのか、どちらの方がいいと思いますかまた、そのまま入るとしたら、i l エル以外に取るべきものはありますかそのまま取るとしたら、 GPA が必要なのと、うーん、ああいうやつ以外に必要なのえ、あるとすれば、その死亡理由書みたいな感じで書くこともありますよね。だから、そういうステートメントみたいなのを用意するとか、レジュメを添付するとか、あと、推薦書、リファラルのやつを用意するとかですけど、でも、まあ、それなくてもいいと思うから、基本的に、 その出願、その申請者ってか、受験者受験者の人があの考慮しなきゃいけないのは基本的には ILS かなと思います。ハル・イングルスさん、ありがとうございます。BBC6minutes のボックスを見つけたので、はい、ありがとうございます。はい、ボックスがおすすめです。あの、6分ごとに動画変わっていくと、あの、英語を聞き続けたいなって思っても、なんか日本のバラエティ番組みたいなやつがなんかおすすめで、アルゴリズムでパッと入ってきちゃって、気持ちがそがれるというか、そっちに流れちゃう時とかがあるので、 もう集中するときは、もうそのボックスセットで聞くのがとてもおすすめですね。それもリンク貼れたら嬉しいんですけどね。どうやったら貼れるのかなあの、YouTube の動画で出てきますので、ぜひ探してみてください。これがここで探せばいいのか。すぐ出てきます。ちょっと待ってくださいね。Six minutes English のボックスセット。へへへ。 これちょっと、証拠みたいになるんですけど、わかるかなあの、見てる、見てるのがわかりますよね。これも30分の動画見切ってますよね。この次のやつ、ヘルスフィットネスも、もう途中まで見て、これ何周もしてますよね。これも <laughs>。だいたいこれあ、あ、アートカルチャーこれ見てないですね。はい。なんかこんな感じで <laughs>、こういうボックスセットの1時間とか、30分のやつもあるんだ。これとか30分ですね。まあ、 これをあの聞き続けるっていう感じで。どうだろうな。うん。一番多いのは1.5倍かな。1.5倍。1.25か1.5ぐらいが一番心地よくて、たまに2で、2倍で聞くことはありますけど、2倍の時はやっぱその、かなりアクティブリスニングにしなきゃいけないので、まあ、あまりサボれない感じになる。アクティブリスニングっていうのは、パッシブじゃなくて、 自動的じゃなくて、能動的なリスニングになるので、情報を受け取ろう、受け取ろうって思って、ある程度フォーカスを保ったまま聞くリスニングになります。パッシブリスニングっていうのは、流し聞きとかでできることですね。もう、こっちでやってる作業がメインで、耳に入ってきてた、たまに情報が、あの、脳に入ってくるっていうか、大まかな話の流れが分かるみたいな、そういう受け身の部分なんですけど、早めの音声で聞くと、アクティブにスイッチができるので、僕は割と好きです。だから、 2倍とかの速さで聞くとうーん何も考えずに,に2倍で聞いてるときは英語のメッセージはあまり入ってこないので英単語としては入ってくるし大体の意味は分かるぐらいには縮込んではいるんですけどそうじゃなくてなんかあの作業に集中するタイプってよりかは勉強として聞くときは2倍とかで聞くのがいいかなと思いますはい是非聞いてみてくださいパストさん 愛知ご出,ご出身でしたでしょうかはいそうですおこの国旗は何だ中日王これどこからだろうええー、これちょっと見にくいけどこれなんだこれちょっと光の影もあってこれ見えないですよねこれ白と赤なのかごめんなさいこれこっちがわからない これ拡大できないかなできない。ちょっと赤と白なのかなこれはポーランドじゃないよなインドネ、インドネシアでもないよなこれどこの国旗だ <laughs> ちょっとわかんないんですけど、中日をこちらの国から応援しており、今年はストレスが少ないです。これちょっと色の都合もあってこれわかんないんですよね。ちょっとエジプトっぽく見えるけど、エジプトではない。 ちょっと国の名前教えていただけたらとても嬉しいです。あのすごく気になります。いイラクとかイラクかなわかんない。ちょっと気になります。はい。<laughs> はい。えっと、愛知出身です。そうです。中日を応援しており、今年はストレス。<laughs> ごめんなさい。僕、野球わかんないんですよね。野球見に行ったことあるけど、中日ドラゴンズの応援を。 父親と弟といったことはあるんですけど、野球はそんなに詳しくはありません。すいません。愛知出身です。はい。愛知に。で、生まれて、愛知の小中高大と言って、で、今、日本に帰っても、帰る家は愛知県にあります。はい。<laughs> おじおじさん。重ね重ねありがとうございます。ケイさんのブログに出会って、本当によかったです。ああ、こんなこと言っ,言っていただいて、とても嬉しいです。別件ですが、コワンタスのエアーを調べたら、エアーを調べたら、 結構な値段なのに加えて、ホテルも長期になると結構でした。絶対に行こうと思ってます。あ、結構な値段って、高いってことですよね。その高い、結構高いってことですよね。あ、そうか。でも絶対に行く。あ、よかったです。はい。そういうことですね。あ、ぜひぜひ、あのー、来られてください。冬ですよね。こっちの冬ですよね。日本の夏でこっちの冬の時期ですよね。8月とか。 あのぜひ来られてください、まあ、寒いですけどね、寒いけど、寒いけど、やっぱ日本の冬と一緒で、オーストラリアの冬には冬のやっぱ魅力がある部分はあります。空気が落ち着く感じになってるし、なんか、まあ、寒いですけど、なんか寒いからこそできる部分もあると思うし、まあ、日本みたいに鍋食べたりとか、こたつにぬくまったり、温泉入ったりとか、そういうことはあんまりできないですけど、あ鍋はできるか。だけど。 楽しみ方は違うけど、あの、とてもいいと思うので、ぜひぜひ来てください。この、僕のブログに出会えてよかったとか言っていただけるととっても嬉しいですね。あ、よしさん。はい。シンガポールか。これ、赤と白ですか赤と白か。はい。上が赤で、下が白の国旗ですね。 あはい、わかりました。ね、てか僕あの、知識が甘いから、その赤白の組み合わせだと、ポーランとかシンガポールか、ちょっとそれもちょっと今、曖昧だったから、あの、教えていただいてとても嬉しいです。ヨシさん、ありがとうございます。ヨ <laughs> シさんも見ていただいてありがとうございます。あの、僕がオーストラリアに来た時から、あの、仲良くさせていただいているヨシさんです。はい、ありがとうございます。教えていただいて。ちょっと長く喋ってしまったんですけど、ちょっとまだ質問答えきれてないんですよね。なので、ちょっとこっち答えますね。 海外の大学院留学を考えているものですが、留学資金はどのようにして貯めましたかはい。あの、留学資金に関しては、基本的には貯金を自分たちで頑張ったっていうことしか言うようがありません。自分たちは僕も妻も両方とも公務員で学校の先生をやっていたので、2019年の1月に、違う、2019年の3月に、ここから先、 あの海外に行きたいね2021年とかに行けたらいいねっていうふうに話をした時に具体的にどれぐらいお金がいるんだろうっていうふうに考えて少しずつお金を貯めていったっていう形になりますでそれで全部貯めたわけじゃなくてその前から僕と妻というかまあ正直言うと妻の方の貯金当時からの貯金っていうのがあのかなり大きいんですけどそのお金ものお金おそのお金のおかげもあって あのお金がだいぶ貯まって、なんか、語彙力が <laughs> 下がってきたあの。はい。あの、なんとかいける感じになりました。前、動画にしてますけど、その当時、当時、あの、どれだけお金がいるだろうっていうふうに考えたときに、まず、あの、学費が700万円とか、 600万円とか、6七八7 800万円ぐらい。どれぐらいだったかちょっと忘れましたけど、それぐらいでまず試算をして、それと、2年間まるまる僕も妻も働けない状態で海外に生活するとしたら、月々の出費がこれぐらいで、たまに旅行に行ったりとかするから、その予備費も考えて、行き帰りの航空券内も考えて、どれぐらいいるだろうっていうふうに試算をして、その時に、1500万円っていう数字が出てきたのはすごく覚えてます。1500万円があれば、 2年間、僕が学校生活を送りながら、妻もこっちで働くこともしながら、あ働かずにあの生活ができるんじゃないかっていう形で考えたので、それぐらいのお金を頑張って貯めました。というか、まあ、妻のおかげの部分も大きいです。妻に管理してもらったおかげで、僕が節約モードになったっていうのもお金が貯まった原因の原因というか、要因の一つではあります。はい。 もう一個質問たまってるので、こっちいきますね。大学院に入るための英語力をどのように身につけましたかはい。大学院に入る前の部分は、大学院に入る前の直前の部分で、僕はアイエルツでいう7.5、英検で一級、トイックは980点っていう感じでした。だから、今と、 まあそこから英語の試験受けてないから、ちょっと今の伸びがわかんないですけど、あの今のまあそんなに大,し大差はないぐらいの英語力は日本で身につけてきたつもりです。で、何をやってたかっていうと、うん一言では言えないんですけど、英語をやる上で何が一番大事だったんだろう英単語かな今パッと出てくるのはやっぱ一番初めは英単語ですね。中学校とか高校生の時に英語に興味を持って、 持ったきっかけが洋楽だったんですけど、その後に,に思ったのは、身の回りのいろんなものが英語にできるようになったらいいなと思って、目につくもの、いろんなものを電子辞書で調べ続けるっていうことをしてました。で、大学も英語系の大学だったんですけど、他の友達とかと話した時に、これって英語でなんて言うんだっけっていうふうに聞かれた時に答えられたらなんかかっこいいじゃないですか。なんかそういう、なんか下心じゃないけど、よく見られたいっていう当時の、 若かりし頃の感情もありながら、なんか、これが英語で言えたらかっこいいよなの延長でめちゃくちゃ勉強してたのを覚えてます。<laughs> まあ今思うとちょっと恥ずかしいけど、でもこれ結構本当かな。それによって今、身になってるし、今、当時の友達とかに、いや、そんだけ英語、A、単語あってもしょうがないでしょみたいな、日常会話でそんなの言わないじゃんみたいな感じで言われたりとかするんですけど、そんな風にしたんですけど、今思うと別にそれが、 すごくオーバースペックだったなっていうことはあんまりないかな。はい。なので、当時やったこういうのとかもすごく良かったなっていうふうに思っています。はい。だいぶ喋りましたね。はい。他に何か質問とか何か話題があったらあのお答えしますが、何かありますでしょうか多分、いただいてるものは何か。いただいてるものは基本的にお答えできたんじゃないかなと思います。 別に喋り続けることはできるんですけど何か質問とか話題をいただけたら何かをお話し,します。いいかな。 特にないですかね。特になければ終わりにしよっかな。もしかして今打ってる人がいるのかなそうすると、なんか止めてしまうととても申し訳ない。<laughs> <laughs> あでも、あの、たくさんの方に来ていただいてとても嬉しいです。こんな2時間半喋ってますもんね。2時間半途切れることなく喋り続けるぐらいにいろんな人がチャットをくれて、 事前に質問もくれてっていう感じだったので、とても楽しかった。とりあえずいいかな。はい。今日は土曜日でもう一日、今日何やってたのかな動画の編集を基本的にしてました。で、サムネイルを作ったりとかしてたので、 で、明日、その動画をあげれると思います。まあ、今あげてもいいんですけど、夜遅いので、まあ、あの、配信もしたし、まあ、今日はいいかなって感じですね。で、明日あげて、まあ、その後、そうですね。なんか、あの <laughs>、まあ、明日、動画上げるので、まあ、よかったら見てください <laughs>。なんか、ブログとかじゃなくて、あの、今あの現状を、 自分のことについてちょっと話したやつを頑張って作りました。昨日、頑張って撮影をして、仕事終わった後に。で、うーん、半日ぐらい編集したのかな。はい。15分ぐらいの動画なんですけど、僕たちのことについて、僕たちの今後について話しました。でですね、その、はい、この配信、今、この配信を見てくれている12人の方は、少なからずちょっと動画、 あの僕の動画を見ようかなとかあの好きだなって思ってくれてる人だと思うので言うんですけど、まあ、ちょっと自分なりに考えてあの今後に影響することを言いましたなん,かなんかほのめかしみたいになっちゃってちょっと嫌だけどなんか自分の中でもあこれ言っていいのかなっていうふうに思いながらこれ言ったら弾けないなって思うことをちょっと書いてにしましたあてかここでこれを言ってしまったからもうこの動画 今から上げる動画を今から編集してそれを消すこともできないですね。まあ、あの、今後の決意表明というか、今後こういうことしていきますよっていう宣言をしました。なので、あの、それも見ていただけると嬉しいです。別にすごい深刻なものとかではないです。あの、なんか、なんかびっくりするようなことを言うとかそういうのじゃないんですけど、なただ、自分にとってはちょっとハードだな。今後の生活はちょっと変わるなっていうことを話そうかなっていうふうに思ってます。 あとは、あとは撮りためてるた動画がちょっとないんですよね。今週もちょっと授業が多くて、あのー、なかなかできなかった動画の撮影を見しに行こうっていうふうにはちょっと思えなかったかな。なんかいろんな動画のこれ撮りたいなっていうネタは溜まってるんですけどね。でもちょっと今追いつかない感じになってます。うまくバランスを取りながらやれればなっていうふうに思うんですけど。だから、あのー、明日は僕も妻も お休みなので、ちょっと動画を撮りに行こうかなっていうふうには思ってます。それも来週編集することになるのかな。なんか、動画で撮りたいなって思ってるのは、うん、例えば、話す系の、Vlog は撮りたいんですけど、その他だと、なんか、2年経ったんですよ。今日のこのチャットでも、この配信でも、教員の話をすごくしたと思うんですけど、教員っていうのをやってて、そこから、 そ,れをはんその仕事を離れてもかなり経つんですね。退職をしてからもう2年が経つんですけど、その前から大学院に来るときに休職をしてるので、それを考慮するともう3年手前ぐらい、2年何ヶ月かぐらい、もう日本の教育現場っていうのはもう離れてるんですよ。その前まで数年間働き続けてて、自分にとっての日本での労働、日本での働くことっていうのは、基本的には、 その公立高校での働いていた経験なんですね。で、そこから2年経過して、なんか今ちょっと考えることとかもあるし、なんか当時こういうの良かったなっていうふうに今なって思うこともあるし、あと、教員をしてる人、もしかしたらこの今の視聴者の人にもいるかもしれないですけど、教員をしてる時って、なんか教員を辞めちゃダメみたいな、教員って、あの、生徒を面倒見る仕事だから、なんか、あの、 途中で投げ出しちゃダメとか、あとは、あの、迷惑がかかるから、だからダメとか、あと、年度途中で辞めちゃダメとか、まあ、それもまあ、まあ、わかるけど、そういう感じで、うん、教員はなかなか辞めちゃダメっていう空気感があって、辞めたらその後潰しきかないよみたいなこともよく聞いてたから、割と安定した公務員っていうレールを外れることっていうのを、なかなかできないなって思いながら過ごしてきたんですけど、 それの考え方から一歩出ようと思って実際に退職をしてこれだけ時間出すと、うん、全然そんなことなかったなとか言って今思うし何とかなってる自分がいるからなんかそういうのを話できたらいいなっていうのはなんか漠然と思っていますなんか日本で教員やってる人に教員を辞めてほしいとか辞めてもいいんだよとかいうふうに言いたいわけじゃないですよその 教員っていうか先生方がいなかったら日本の学校ってなくなってしまう潰れてしまう持たなくなってしまうので結局人数がいるんですよ先生学校ってだからそんな環境で一人抜けることっていうのはすごく大きいことなのでそれを退職を助長したいとかそういうわけじゃないんですけどなんか自分にとってはその考え方があの海外に出ることとかそういうののちょっと妨げになった部分とか退職していいのかなっていうふうに 思ってしまった部分とかがあったので、その話ができたらいいかな。あとは、英語系の動画が最近撮れてないので、先ほどもあったけど、なんか発音の話のやつとか、なんかなかなか聞き取れないこういう英語のやつとか、英語のリスニングっていうか、こういう英語でこ聞こえてるけど、なかなか聞こえないなってやつとか、そういうのも何個かネタはあるんですけど、なんかそれもちょっと動画にするまでできてない感じかな。あとなんだろう あ、あと、やっぱ、え、やっぱそっか、やっぱ英語系がやっぱ出てくるな。ちょっとここで話しちゃうんですけど、あの、あの、英語が僕はやっぱすごい好きなんですよ。英語っていう言語が好きで、正直話すことよりも、あの、英語を使ってコミュニケーションが取れるとかは、正直、副産物だと思ってて、英語を学んで、自分自身が、あの、機能できなかったことができるみたいな、 経験を積んでいくことが僕にとっての英語学習だし、それが一番楽しいことだと思ってるんですよ。だから、新しい英語、A、単語を学んだり、あの、解釈できない英文を見つけたときにそれを理解したりとか、こういう英語表現を学んだりっていうのが僕にとってのモチベーションなんですね。そんな僕なんです。やっぱ英語がやっぱすごい好きで、その話がどっからできたらいいなって思ってるんですけど、その面白さの一個が、まあ、ちょっとここで話しちゃうんですけど、 ま、い,いや、ちょっと何、何個か値段あるから、これだけ話しちゃいますね。なんかあの、<laughs> あの、あの、英単語で、ブルって単語わかりますかブル。B-U-L-L。ブルって言うは、あの、お牛っていうふうに言ったらいいのかなそのオスの牛。レッドブルとかのブルですね。そのブルって、ブルズアイとか言ったりとかするあのブルですね。ブルって、どういう意味ですか <laughs> オスの牛じゃないですか。 そうなんですよ。ブルって言われたら、あ、オスの牛ってなるじゃないですか。オスの牛じゃない部分もあるんですよ。<laughs> あの単語ってあの辞,書辞書でよかったら、あの、引いてみてください。あれは、あの、大型の哺乳類のオスは、基本的にブルって知ってました。<laughs> だから、クジラとか、サイとか、ゾウとか、カバとか、アザラシ。アザラシ,違ザラシは違う。アザラシは トドとかセイウチああいう大きい動物のオスは英単語にした時にブルになります。日本語と違って名詞に「セイ」があるじゃないですかそのゲルマン系の言語だからとかそういうのもあると思うんですけどそのドイツ語だったりスペイン語とか。 そのラテン系の言語も含めて、そういうのには基本的に名詞に性があって、女性名詞、男性名詞があると思うんですけど、英語にはないって基本的には言われてる、言われてるですよね。言われてますよね。だけど、あの、動物の名前には、それがかなり今も色濃く残っていて、英単語として使われている。まあ、使われてるっていうふうに言うか、まあ、その、ちょっと学術的な部分もあると思うので、あの、普通に、 クジラのことを言いたかったらブルっていうふうに言うんじゃなくてメール、ウェールっていうふうに言ってもいいと思うんですよ。オスのクジラっていうふうに言っても。だけど、あの、実際にいろいろ調べてみると、あの、出てきます。あの、クジラのことを書いてる、あの、ちょっと生物系の結構本格的な学術誌とか読んでみたりとかすると、あの、ブルって使われてますね。<laughs> なんかその辺とかも、 あのすごく奥深くて、その名詞の性の話をどっかであのめっちゃまとめて動画にしたいなと思ってます。まあ、このアイデアをこれ出したところで、今、YouTube をやられてる人がもしかしたらいいってネタをパクられちゃうかもしれないですけど、まあ別にいいです。あの、自分の趣味として、あの、い,いつかやりたいなと思ってて、あの、興味ありますかそういうの。<laughs> 興味を持ってもらえるか分かんないんですけど、名詞の性は、あの、めっちゃ面白いですよ。 アリとかね、メスのアリとオスのアリは違います。で、オスのアリはメイルアントでもいいんですけど、ドローンって言うんですよ。あの、飛ばすドローンと一緒ですね。DRONE のドローンなんですけど、ドローンは、あの、オスのハチも一緒です。とか、<laughs> そういうのが、あの、無限にあるんですよ。そういうのが。ちょっとまあ、これぐらいにしてきますね。あの、そういう配信じゃないので。でも、なんか面白くないですか 英単語一つとってもなんかそれだけ多く深いしブルっていう単語はどうだろう中学校では出てこないかもしれないですけど高校生とかでは知っててもおかしくない英単語なのにその意味の広がりとして大の大人でも英語が大好きな僕みたいな人でもなかなか知らなかったりとかするからなんかそういうのってすごく面白いなと思うんですよねなんかそれがあの同様に今英語学習してる人の興味関心につながったりとかすることがあったら めっちゃ楽しいですね。<laughs> なんか、そういうのにモチベーションを感じてしまう。なんか、オタクっぽいですけど、なんか、英語っていうものを話せて嬉しいよね、便利だよね。英語はツールだよねっていう考え方があるのもわかるんですよ。英語はコミュニケーションのツールだから、英語の勉強ばっかりしてるわけにはいかないみたいな。その発想もわかるんですけど、でも、言語っていうふうに言ってる以上、その裏にはやっぱり文化が、 張り付いていてで英語っていうのは世界でもかなり敬有な言語で言語っていうものと文化っていうものがつながり方が特殊なんですよね1対1の関係とかじゃなくて1対複数に繋がってるんですよ1個の言語に対して複数の文化が繋がってるんですよなぜかというと英語はイギリス英国の A から来ててイギリス語っていうふうに言ってもいいけどでもそれは他の複数の国において その母語であったりあの、公用語であったり、共通語であったりって形で使われてて、で僕、僕たちみたいな日本人の人でも外国語として話せる言語じゃないですか。僕たちにとっての英語も英語だし、イギリス人の人たちが話す英語も英語だし、イギリスからあの歴史的な背景いろいろ考えてニュージーランドとかオーストラリアとかアメリカとか、 アイルランドとかもそうだし、シンガポールとかもそうですよね。南アフリカもそうです。そういうところで話されてる英語は、じゃあ誰のものなんだろうって思うと、英語はみんなのものだったりとかするんですよね。なんか、そういうの面白いなっていうふうに思うんですよ。日本語は、日本語話者のもう99.9%が基本的に日本、違うか、日本人と言われてる人が多くて、日本語学習者もいるし、日本語を使う <laughs>、あの <laughs>、 国は日本,日本語を公用語としてる州を持つ国は実は他にもあるんですけど、日本以外に。<laughs> だけど、まあ、そういうのはあるとしても、まあ、基本的には日本国内じゃないですか。スペイン語とかはちょっとスペインから離れてますよね。スペイン語っていう言語と、その南米系であったりとか、あの、メキシコでも話されてるし、南米系のブラジル以外の国は基本的にスペイン語らしい。フランス語もそう。アフリカの大陸,大陸のほとんどはフランス語を公用語としてるし、フランス語は、えっと、スイスでも、 えっと、ベルギーでも話されてたりとかそういう側面もある,あるじゃないですかまあドイツ語もそうですねそういうふうに国を越えて文化を越えて言語がつながる部分があるんですけど英語はその特徴を見ても一番特別な感覚を持っててだからこそ特殊な変化をしているそういう変遷を遂げている言語だから一層面白いんですよねなんか英語を使うのが一番便利だから英語を使ってるとかいうわけ じゃない英語を昔から学んでるから一番有名だから英語を学んだけばみんなと伝わるからっていうわけじゃなくてその英語っていう言語の特別性に結構惹かれてる側面は個人的にはありますはいまあスペイン語も僕今勉強してるんですけど、まあ、スペイン語もちょっとあの似た部分はあるんですけどだってあのスペインの生徒もいるしメキシコの生徒もいるしあのエクアドルの エクアドル、ペルー、チリ、コロンビアとか、アルゼンチンとか、一応ブラジル、あの、違う、スペイン語ですけど、そのそれぞれの国によってスペイン語違うなってのも日々感じているし、そういう変化とかも感じながらってのはやっぱ楽しいし、で、言語を介して、そういう人たちと、普段だったら共通項を持たないことが多いじゃないですか。文化、食べてるものも違ければ、その価値観も違うし。 あのそういういろんな人たちと言語を介して話題を共有できるっていうのはすごい素晴らしい,素晴らしいなっていうふうに思うから今僕は言語学習にハマってるっていうかずっと好きでやってるんですけどそれもあって英語って言語ってすごく楽しいなっていうふうに思っててまあそういう動画を <laughs> 戻ってきた話題がそういう動画を今後も撮っていけたらいいなっていうふうに思ってますまあでも英語チャンネルじゃないからなんかその辺のチャンネルを どうやって割り振りしていこうかなっていうのは正直迷うとこなんですけどね。なんか、うん、なんでもありじゃないから、まあ、自分の趣味でやってるので、な、ま、ん、あ、でもありといえばなんでもありなんですけど、でも、チャンネルとしてこういうのが見たいっていうふうに思ってくれてる人の需要にある程度は、あの、寄せれる部分は寄せていきたいなとは思う気持ちはあるので、その辺でちょっと考える部分はあります。ああ、こんなこと話してたら。 ミルクチャンネルさん、はじめまして、こんばんは。ケイさんの YouTube、毎日見てます。ありがとうございます。<laughs> はいあ。ありがとうございます。そうやって言っていただけるととても嬉しいです。はい。なんか、いろいろな動画を今後もたくさん出せるようにします。小一さん、クジラも、はい、クジラもブルです。はい。クジラもブルっておかしいですよね。普通に考えて。でも、普通に考えてそうなんですけど、 セイウちのオスっていう単語と、クジラのオスっていう単語と、そのゾウのオスとか、牛のオスっていうた単語が列記されてて、それをブルの間で区別する場面は基本的にないから、まあなんとかなるんだろうなとは思ってます。まあでも、ブルだけじゃないですよ。なんか、いや、本当にカウとかもそうだし、カウはメス側ですよね。カウも他の単語と共通してる部分とかあるし、 もう本当にめちゃくちゃですよ、はっきり言って。その <laughs> 動物のせい、ちょっと話に戻ってきちゃいましたけど、あの動物のせいに関しては、ちょっと本当に、まあ、これだけはさっき、その英語チャンネルじゃないっていうふうに話しちゃったんですけど、これだけはちょっとまたいつか動画にしたいですね。なんか <laughs>、はい。やっぱりそういうのが好きなんですよ、僕は。だから好きなものを、あのー、 押し付けるつもりはないんですけど、誰か見て、面白いなって思ってくれる人がいたらいいなっていうふうに思ってます。あこんな話をしてても、今10人の人がいてくれてるんですね。<laughs> あんま見てなかったけど、でも、さっ,でもこのさっきのその、ブルの話をしたときから、視聴者の数が変わってないから、離脱せずに見てくれてたんですね、今の。 <laughs> あなんかありがとうございますなんか別にその僕のそういう話をしてる間に視聴者の人が一人また一人と減っていって自然消滅するかなと思ったけど減らなかったですねえー、なんかありがたいな嬉しいなこんな3時間近くもダラダラ喋ってて初めから見てくれてる人もいるんですかね僕あんまりないですねその 好きなユーチューバーさんのライブ配信見たりとか、チャットに書き込んだりっていうこともしたことはありますけど、その方が話されてる最初から最後までずっと張り付きとか、あの、チャットも全部追ってとかやったことないから、そういう人がもしかしたらいたらすごいですね。あの、めちゃくちゃ K ブログのなんかバッチかなんかあげたいぐらい嬉しいですね。ちょっとバッチとかないですけど。コメントいただきました。タカさん。 はじめまして、オーストラリアの現地校で教員になりたいと思っている元公立高校中学英語,教英語科の教員です。現在は運を直接あり、自営業をしております。ケイさんはオーストラリアの現地校で教員されるなど考えられたことは考えたことありますかああ、素晴らしい。すごいな。えっと、英語の教員になりたいってことですかね。それによっても違いますよね。でも、その、 教員のスキルがあって、日本で中学の英語を教えられてて、あの、こっちで数学を教える人とかいたりとかありますよね。うん、英語を教えてて中学、数学かわかんないですけど、数学の先生とか、あの、何かの他の、あの、言語を指導するっていうのはあります。あ、あ、日本語の指導をしたいと思っています。あ、日本語教育なんですね。全然、全然あり得ると思います。ただ、日本語教員になろうと思った時には、 ちょっと、まあ、そこまで詳しくないですけど、その、アシスタントとして入る分には大丈夫なんですよね。あの、教員免許がなくても。ただ、その教室を担当する教員として、その担当教員として、誰々の授業っていう風に言えるその担当の教員って感じですよね。その場合だと、教員免許がいるので、僕もそれ、ちょっと関心を持ったことはあるんですよ。だけど、 あの、教員免許がないから諦めてしまったっていう感じがあります。で、今、授業されていて、今後やりたいなっていうことですよね。ケイさんはオーストラリアの現地校で教員されるなど考えたことはありますか考えたことはあります。で、もしできるなら ESL って言われている、English as a Second Language っていう第二言語としての英語っていうのが、公立の学校で教えられていることがあります。これは移民であったりとか、その英語を母語とせずに、 公立の学校に入学した生徒に対して行われる英語の授業で大体の場合はその日本でいう国語の扱い日本語っていう感じでやってるじゃないですか国語文学とかをやってるじゃないですかそこの部分をその英語を母語としてる人たちが英語を受けてる間に ESL を受けるって感じの授業があるんですけどそっち側の授業の教員になれたらいいなとか思ってた時期がありましたなぜかというと教員は 永住権の対象になる職業リストにがっつり載ってるんですよね。教員は基本的に数が不足しているので、だから、その、それができたらいいなと思ってた時期はありました。ただ、教員免許を取ろうと思うと、今からマスター・オブ・ティーチングみたいな、別の修士課程とかをやらなきゃいけないってなると、そのお金もそうだし、そうですね、経済的な負担が一番大きいかな。 もう一回マスター一発やろうって思うと何百万ってお金がかかるのでちょっと今難しいかなと思って頓挫してます。あと多分自分がやりたいのが多分公立高校に今は別にそんなに縛られてないのとあるとすれば大学のランゲージセンターとかに行って、うん、IELTS の指導するとかはそ全然あると思います。その EAP って言われてるんですけど、English for Academic, English as a、pa、academic purpose か。そのアカデミックなパーパスに向けての英語だから、アカデミック向け学術的な用語、用語っていうか、そうか、勉強的な学術的な世界に向かうための英語っていうジャンルがあって、その EAP とかを 教える先生になろうかなとかは考えたことはあります。だからそれは効率ではないので、語学学校じゃなかったらもうそっちの方面かな。効率学校の先生は今はあまり考えておりません。学生時代にボランティアビザでタスマニアで現地校で日本語のアシスタントティーチャーをしてました。経験されてるんですね。あすごいですね。それだとこっちに来た時に何かの形で、学生ビザなり何かで、ワーキングホリデーでもいいんですけど、どういうかた形かで来て、 アシスタントティーチャーをしながら経験を積んで、その後にっていうのが全然ありますね。経験もそれだけあったら、資格とか取らなくていいのかなこっちで、あのメ、メルボルンにも日本人の生徒さん向けの補修校とかもあったりとかするし、日本語学校もたくさんあるし、公立学校の外国語としてちあの、日本語があるのも、ビクトリア州でもあるので、そういうところに需要はたっぷりあるとは思います。 僕はちょっと多分そっちは多分できないとか、日本語を教えるほどその知識はないので、あのー、今できないかなと思いますけど、すごくいいなとは思います。あのー、羨ましいなと思います。と、ミルクチャンネルさん。私は英語に,に苦手意識はないんですが、はい。うんと、どうしても継続が難しいです。もし話していたら申し訳ないのですが、挫折しそうになった時に何かしていることありますかあーわかりますね。話したかなまあちょっと話したことと重複するかもしれないですけど、 苦手意識はないんですね。だけど、あの、英語が好きだなって思うこともあるし、やってて楽しいなっていうふうに思うこともあるけど、モチベーションが長続きしなかったり、これをやろう、この単語帳を進めようっていうふうに思ったりとかしても、なかなかできなかったりっていうことがあるっていう解釈でいいですかね。はい。挫折しそうになった時に何か、挫折しそうになった時 一番挫折が近いのはやっぱこういうの,ですよ、ねこういうの。これはかなり心を折れる部分はありますよね。うーん先に進んでる感覚が見にくいものっていうものほど挫折がしやすいというか挫折に陥りやすいと思っていてゴールが具体的にあったりとかしても自分が前進してるっていう感覚がなかったりとかするとやっぱ挫折しますよね。 アイエルツ、例えばですけど、これ受けようと思ったら、う、え、ん、ー、と、オーストラリアで受けたら450ドルぐらいするので4万円ぐらい、4万5千円ぐらいするんですよ。それぐらいの負担がかかるんですけど、勉強して、もう1日1時間2時間の勉強をふく、もうずっと長きにわたって続けて、その上でスコアアップしようと思って4万何円払って受けたテストで全然スコアが取れないとか、まあよくありますよね。まああるあるぐらいだと思います。その、全然。 珍しい話じゃないというかだからそういうこと全然あるんですけどそういう時とかにやっぱ挫折とかはありますスコアが伸びなくて挫折全然進んでる感覚がしなくて挫折っていうことはたくさんありましたでそれを聞いてやっぱ思うのは目標を立てる時にその目標をやっぱ細切れにした方がいいっていうか 小さなステップを喜ぶようにした方がいいっていうのは一個アドバイスとしてできるのかなとは思います。具体的に言うと、ここの階段からあそこの階段に行こうって思った時に、あのいろんな手段があるんですよ。その長い長距離のスロープを渡って遠回りをしながら、ここから上の段まで上がるみたいなのもあるし、この直角みたいな角度で行こうと思うと、なんか、あの例えば、なんかはしごをかけて、 直角みたいな角度でここまで登るみたいな方法もあってそれが短時間ですごいスパルタ的な勉強する方法ですよねでここに届くっていうゴール自体は一緒でもいいんですけど現在地がここの場合に無理のあるプランは基本的にダメじゃないですかジャンプで届こうって思う人がたまにいるのが問題ですよねだから具体的に言うと例えばですけど TOEIC にしましょうか TOEIC で800点を超えたいって思ってて今600点しか取れません で、今、ここにあって、今、自分がここですよ、スコアでいう200点の差がありますってなった時に、ここから、どうやってジャンプしたら、800にいけるかなって思って飛び続けて、あ、わやっぱダメだった、自分には、ジャンプ力がないんだとか、自分は800にはいけないんだって思って挫折をするタイプの人は、やっぱ現実的に難しいですよね。だから、そこにはしごをかけるでもいいし、もっとお勧めしたいのは、その、階段状にしてあげること。 その段差っていうのを階段にすることによって、ちょっと階段登って、ちょっと階段登ってっていう小さなステップを踏んでいくと、成功体験を積んで、挫折に強い。挫折に対してレジリエントって何て言うんだろう。レジその体勢をつけれるっていうか、その挫折に対して体勢がつけれるのかなっていうふうに思うので、 例えばですけど、600点で今これぐらいのスコアだなっていうふうに思ったときに、リスニングのパート1のこういうところでミスが多いから、ここを減らすようにしようっていうふうに心がけると、ちょっと前に進んでる気しませんかね。じゃなくて、200点を上げようっていう目標って、200点を上げるのは結果なんですよ。結果として訪れるものであって、そこを狙いに行くことっていうのは、そのアプローチが分かってない以上、難しいんですよね。 だから、そういう風にならないように、小さなステップを喜びながらやっていくことだと思います。あ、えっと、その認識で大丈夫です。ありがとうございます。えっと、そういうことですね。あの、好きだけど、だけど、なかなか続けられなかったりってことですね。両リンごもやったりしています。はい。えっと、両リンごもとってもいいと思います。で、それで計測をしていきたいけど、なかなかできなかったりってことですね。 一番いいのは、なんだろう、個人的に思うのは、小さな成功体験を喜ぶっていう、今言ったこと、目標に対して、小さなステップを設けていって、一段登れた、それがすごいっていう風に思うこと、それが、なんか、前に進んでる感に繋がるんですよね。前に進んでる時は、完成の本則みたいな感じで、なんか、車輪が、 動き出した車輪が転がりだした車ってのは前に進みやすいじゃないですか運動エネルギー的にだからガーって進んでいく感じがするんですけど一番難しいのはそのエンジンかけてぐって初めに進む時なんですよねその時になんか無理な目標を立ててたりとかあと方法が明らかに間違ったりとかあの なんかいきなりここまで行こうっていう風に考えたりとかそういうのをするんじゃなくてゆっくり車輪回してちょっとずつ自分のペースで前に進んでみようっていう風に思ってで前に進みながら少しずつ進んで周りの景色が変わっていってあ自分が前に進んでるっていう風に思うと継続することが苦になりにくいんじゃないかなっていう風に思いますちょっと回答になったか分かりませんがそんな風に思っておりますはい さんえっと、えっと、お話戻りますね。そのアシスタントティーチャーをされて、されていて、で、あの、ここの教員をされていて、その後に現地校でっていうお話だったと思うんですけど、オーストラリアのインターナショナルトレインドティーチャーやオーバーシースティーチャーなどを調べて要件を読んでいると、ああいう列のスコアがクリアできれば、教員免許の書き換わりができ,るできるかもというところまで調べました。あ、できるみたいですね。日本であった場合には。なんか、 試験がありますよね。書き換えに際して必要な試験があったと思います。IELTS だけじゃなくて。ちょっと自分はちょっと関心がなかったので読み飛ばしてしまったんですけど、昔そういうのに出会ったことがあります。出会ったらまたちょっとどこから紹介したいんだろうと思いますけど、はい。K さんのように英語を英語で教えることができる、できたら一番いいのですが、ネイティブやより英語力の高いグローバル人材と腐うことができる ことになるよりかは、母国語である日本語指導ができればアドバンテージがあるかなと安易ですが考えてしまう。いや、全然安易ではないと思います。むしろ、その英語を話せる人材っていうのは、その日本に、日本じゃない、世界中に何十億っていうふうにいるわけだから、その土俵に入っていくっていうの方が、なんか、なんか別にレッドオーシャン、ブルーオーシャンとかそういう話じゃないですけど、そこよりかは、オーストラリアっていう国の中において価値があるのは、日本語っていう、 新しい別の言語を持っていることだと思うし、それが付加価値になると思うので、全然それはありだと思います。むしろ自分の、自分の武器を活かす方向に考えた方がいいと思うので、僕もできることなら日本語の指導とかできたらなとか思います。ただ、あんまり、うん、自分自身、あんまりその日本語を教えられるとこまで、 いけるのかなって。だから、タカさんと一緒ですよ。自分にそれが教えるのかって、僕、今でも思日本語だったら思いますよ。<laughs> だから、そこは一緒なので、あの、別に安易でとか、そっちの判断が安直とか、そっちのがイージーコースとか、そういうことではないと思います。日本語を英語なり、日本語なりで教えること、あの文庫、文化を共有してる部分とかもないし、その、必ずしも全員が英語話者じゃないかもしれないじゃないですか。 現地校だとよっぽどそうかな。現地で英語を学んでいて、日本語を追加でっていうパターンか。その、生徒の集団が、それが同じような文化背景とか、同じような言語の環境で、そういうのを共有してると、教える側としても教えやすかったりとかするけど、僕が今英語を教えてて、難しいなって思うのは、その、一色谷、 日本人で日本語を母語としてる人たちを集めましたっていう集団を教えているわけではないのでそこの中であの,あの前提の知識とか前提の知識とか文法の教えられ方とかあと国民性とか母語の特性っていうのを考慮しながら教えるのが難しいなっていうふうに思ってるんですけど日本語でも多分一緒ですよね。 だから、それがちょっと難しいなとは思いますけど、できたらすげえかっこいいなと思うし、すごく立派な仕事だし、だから僕みたいに英語を教えてるとか、どっちがすごいとか、そういう優劣とかのレベルではないと思います。ぜひ頑張ってください。あの、応援しています。日本語の先生っていいな。僕もできることならやりたいですね。なんか、学校で、あの、英語は教えていますけど、なんか先生、あの、先生、 これってなん,なんて日本語で言うのとかもよくあるんですよ、それは。で、あこれはこうだよとかあるんですけど、生徒、タイ人の女の子の生徒で結構日本語頑張って勉強してるよっていう子が、あの、個人的に質問してきてくれて、あの、女子の2と、2と和だ。そうだ、主語の後に来た時の2と和は,はどうやって使い分けたらいいですかっていうのを英語で聞かれた時があって、2 <laughs> と和の違いっていうのは、 なんて答えたのかなにとはかなあ、違う。がとはだ。がとは。私がこの音楽が好きですっていうふうに言うときと、私はこの音楽が好きですっていうとき。主語を導いたその後の助詞、助詞であってますよね。で、それで言ったときって、なんか、あの、伝わるのが違うじゃないですか。私はっていうふうに言ったときって、 主語にフォーカスがあるんですよ私っていう、この文章におけるメインキャラクターにスポットライトが当たってる,当たってるんですけど、私がっていうふうに言ったとき、私がのときは、私がの、あ、ちょっと分かんなくなっちゃった。どっちか忘れちゃった。分か,分かんなくなっちゃった。私が私がこの音楽が好きなんです。私がこれが好きなんですって言ったときって、複数人候補がいるときに、この人じゃなくて私だよっていうふうに言ってるから、 私がの方が守護メインなのかなごめんなさい。ちょっと難しい話しちゃった。大して死にもしないのに、適当なこと言っちゃった。その時は、あの、Google で検索したことも踏まえながら、そのタイ人の女の子に説明し、日本語、違う、英語で説明してあげたんですけど、なんかそういうのをあのやっていく世界っていうのは難しいなとも思うんですけど、同時にやりがいもあるんだろうなっていうのを感じました。なんか、日本語を学びたいって思ってくれてる人って、 少なからず日本の文化だったり、あのいろんな国本という国だったりに興味を持ってくれたりするので、そういう人たちに何かを還元して、日本っていいなっていうふうに思ってもらえたり、日本人っていいなって思ってもらえたりとかするのは、個人的にはモチベーションになりますね。はい。<laughs> ミルクチャンネルさん、ありがとうございます。確細かな目標を確かに明確に考えてい,い,いなかったのかもしれません。昨年、去年、ブリスベンに行って、 絶対オーストラリアに住みたいと思ったらね K さんの言葉を励みに英語を頑張ります。ああ、ぜひぜひ。あもうオーストラリアとかに来られてっていうことなんですね。それでもうモチベーションも十分にあると思うので、もう一回オーストラリアに行きたいとか、オーストラリアに住みたいっていうのはモチベーションになると思います。ただ、さっきも言った通り、いつかオーストラリアに住むんだは、もう階段としてここの位置なんですよね。多くの人にとって。だから、英語を頑張ろう。そのために英語を頑張ろうって思ったときに、英語をいかに 細分化して、スキルとして細分化するかっていうのがすごく大事になります。なんか、あの、まあ、ちょっと話飛んじゃうのかなわかんないけど、今思ったのは、あの、英語の発音を良くしたいです。どうしたらいいですかっていうふうに言われたときに、発音のな何を良くしたいのっていうふうに思うことがよくあります。なぜかというと、発音っていう一言で言ったときって、発音って、 あらゆる音の集合体なんですよね発音をよくしたいって言われた時に R と L で区別に困ってるから教えてほしい自分がなかなかできないんだよねはスモールステップなんですよ。あと S と SH が難しいんだよね SH と CH が難しいんだよねとかあのそういうふうにちょっと細分化して考えれるようになると発音っていう大きな塊に向かっていけるんですけど俺は1ヶ月後にネイティブみたいな発音になりたいんだ。 っていう目標を掲げたとすると、ここからここに飛ぼうとしてる行為であって、あの聞いた英語を何回も音読して、頑張ろう頑張ろうって飛び続ける行為うーん、現実的には難しいですよね。だから、あのまず自分ができてない自分の音声を録音して聞いてみたときに、あこれ S H と S 発音区別できてねえぞとか、なんか R と L が一緒になった単語って、うん、まともにこれ読めてなくて。 早く読んだ、ごまかしてるぞとか、そういう傾向に気づいたりとかするんですよね。なんか、R がついてないところで R つけちゃうとかもよくありますね。あと、死因しかないのに母音を入れて発音しちゃうとかは、あの、カタカナに慣れてる人とかだとやっぱ多かったりとかします。その傾向を自分で気づいたり、他の人から教えてもらったりとかして、あの、1個階段を、 超えてそれを練習してもう一台に超えてみたいな感じで進んでいくとあの発音の向上とかにもつながるし英文法でも英単語でも他のことでも全部一緒ですよねスポーツでも何でも足早く走りたい足早くなりたいっていう風になって毎日毎日1 0キロ走ってるんですっていうのは一個の方法ではあると思うけどその結論に飛びつくんじゃなくてその前にフォームをもう一回見直したりとかあの しなきゃいけないと思うし、シューズが合ってるのかとか考えたりとか、そういう一個一個の細かいところで、少しずつ0.01秒ずつ、少しずつ速くなって、結果的に足が速くなったりとかするものだと思うので、そういう目標の細分化っていうのは大事なことだと思います。細分化の方法が分かんなかったら、ネットで見たり、本を読んだり、先生に聞いたりっていうのがありだと思うので、そういう形でやれたらいいんじゃないかなと思います。はい。 これでいただいてる質問は終わりかなこっちの質問も基本的には答えたので。 あ、はい、高さん。えっと、ご回答ありがとうございます。日本語の文法指導難しいですね。わかります。はい。タスマニアで小学校から高校の一貫校で指導に入っていたのですが、そこまで文法みたいな指導はなくて、本当に簡単なひらがなとか歌とか劇とか楽しめそうなアクティビティがメインでした。はい。どちらかというと、英語力が求められた印象です。そうですよね。そうですよね。あ、そっか。日本語、 実際、あ、そっか。まともに受けたことないもんな。その、日本語教育の授業ってのをまともに見学したことも、そんなにないから、ちょっと関心あるな。レベルにもやりますよね。だけど、ひらがなか、歌とか劇か、あ、そっか。もちろんですけど、そうですね。英語力が、あの、そこら辺は左右する部分もあるかもしんないですね。わかります、それは。ですよね。 はい、自分でも全然ダメだと思います。<笑><笑>というかあの、日本語っていう言語をもうちょっと詳しく知らなきゃいけないですね。あのやっぱその辺がまだまだ僕は甘いと思うので。まあそれで言うと、本当はあのスペイン語とか韓国語とかやる前に日本語もっと勉強した方がいいんだろうなとたまに思ったりとかします。でもそこをやれないのはやっぱ自分の甘えなのかなと思ってしまうやっぱスペイン語とかのが楽しいんですよね。なんか 目に見えてあの、新しい単語だしであた、新しい言語だし、それをなんかあの、スペイン語話者の生徒だったりとかに話をしたときにあの、何かコミュニケーション取れて楽しいなとかがあるので、日本語の成長ほど感じにくいことはないですもんね。日本語の発音を今更、くよくしようとか、まあ、思いますけど、アクションはなかなか取れないですね。 なんか、アナウンサーの方みたいに明瞭に話せたらとか、よのびこうやってマイクに向かって話すことが多い YouTube をやってるわけだから、もうちょっと淀みなく話せたらとかも思うし、もう少し論理的にあの他の人に伝わりやすいトーンで話せたらとかも思うし、<laughs> まあ、そういうのを訓練するのもあのスモールステップなのかもしれないですね。僕はあれなんですよねあの、妻にもよく言われるんですけど、あの リリだラリルレ。ラリルレロのリ。RI のリと、ィが近いんですよね。違う、違う。RI と、ジだ。ジが近いんだ。だから、授業っていう時ときと、リュとジュみたいなやつがすごく近くなってしまう。から、なんか <laughs>、その辺の区別ができてないことが多い。 ですまあ、まあいいやそんな話ははいだからあのその辺とか全然できてないので教えられるレベルではないかなと思います日本語の授業というより英語でのクラスマネージメントがめちゃくちゃ必要だったという記憶がありますそうですねなんかその教員として教えるのってその教科の内容だけじゃないっていうのをタカ、まあ、さんあの現に教員をやられてたってことなのでわかると思いますけどあのそれだけじゃないですもんね ホームルームムル運営であったりとかあの生徒一人一人との,あの話し方であったりとかあの1対多数ってなった時の振る舞い方とかそういうのもそうだし指示の出し方とか質問の出し方授業の展開の仕方とかそういうのは単純に僕が今言ったような言語としての知識とかを持っていること以外の側面が大きいのかなとはそれはそうですね思いますね。 1>, 1年間で2校の日本,語授業日本語授業に入り込んだのですが、高校1年生の授業で本当に短い簡単な自己紹介英語の文を作って暗証するレベルでした。う自己紹介日本語かな自己,自己紹介英語なのかなあ、そっかに。自己紹介の文を英語で作って。 で日本語に日本語の文ですね、はい、かりました日本語の文を作って暗唱するレベル。ああ、そうか。高校生とかでそれぐらいなで、まあ、そうか、高校生っていう風に言っても、別に、あの、セカンダリーとか、あの、プライマリーとかでずっと日本語をやり続けてきたわけではないですよね。で、週に1回とか2回の授業の中でやってることだと思うから、だから、そんなにあの、あの、インテンシブに勉強してきたわけじゃないと思うので、まあ、それはしょうがないと思います。<laughs> <laughs> はい。<laughs> あ、でも日本語もなんかいいな。日本語もちょっとやれたらいいなとは思います。なんか語学のプロとして、あの、教員に、教団に立つみたいな感じで言ってるんだったら、なんかそういうのもいいなとは思います。やりたいことがいっぱいありますよね。英語ももっと頑張りたいし、やりたいことばっかりです。はい。 えあ、もう、もうちょっと喋りすぎだなと思って、もう終わりにしようかなとか思ってたら、視聴者の方ちょっと増えてますね。なんか、なんか自然に消えていくのかなと思ったけど、今も13人の方見てくださってるんですね。今は日本は何時 ?11 時半か。今こっちは10時12時半なので、もう少ししたら。 いいいうかかなと思いますが何か質問あったら今のうちに書いてくださいもう少しで閉じようかなと思います。ちなみになのですが、大学院も少し考えているのですが、かご,めんごめんなさい。大学院も少し考えているのですが、<laughs> つかみすぎ奨学金の制度などは何か知っておいた方がいい,い,いことは、などはありますかタカさん、社会人経験されてますよね。奨学金の制度、もういろんな種類があるとは思うんですけど、かなり あの、大学、大学院に行こうって思った時に、僕が考えた時には結構申請できるものが少なかったなと思ってます。僕が申請しようと思った時には29歳だったかなだったので、それの年齢制限とかで、ダメだったことがあったかなはい。 あ、現在31歳で妻子がおりまして、費用面での年出が一番ネックで、あ、わかります。だから、難しいですよね。だから、奨学金が欲しいなんですけど、なかなか、あ、どうなんだろう。お子様がいらっしゃってとかだと、あれもしもし、もしもし、これは繋がってんのか ちょっと画面が一回遮断されてしまった。これは見れてますかあ、聞こえてますかあ,あ、よかったです。ごめんなさい。なんか、一回途切れてしまった。ごめんなさい。何の話してたっけそうだ。蔡医がいらっしゃってっていうことでもしかしたらそういう理由で経済的な負担が大きいから奨学金をお願いします。これでこういう大学院に行ってこの後こういうキャリアプランを望んでるのでそれっていうのはこの後日本のこういう社会のこういう場面において貢献できる能力になると思いますみたいなそういう現実的なあの 自分で考えたあの設計があったりとかすると、もらえたりするんですけど、僕はダメでしたね。3つかな ?3 つ ?2 つちか出そうと思ってたけど出してないのか。だから2個かな一個財団系の。あ、違う、2個だ。二個財団系のところに出して、あと、アイエルツ奨学金っていう、アイエルツの、ブリティッシュカウンセルかながやってる、あの、奨学金も出して、 だったんですけどそういう留学系の奨学金は残念ながら多分ん収入とかも見てるんですよね多分収入がネックだったんじゃないかなと思うんですけど僕と妻で基本的に自分でお金出していけるでしょうっていうふうに判断されちゃったんじゃないかなと勝手に思っていますでもそうですよね今オーストラリアドルもめっちゃ高いし大学の学費も上がってるし この前ちょっと調べてみたんですけど、自分が入学した時のメルボルン大学の学費と今の学費ってもう100万円単位とかで多分違うんですよ。もっと違うかもしれないですね。もしかしたら。物価の、物価と大学院の学費自体の差を考えると。差だけで5000ドルぐらい上がってたので、5000ドルって50万円相当じゃないですか。プラス、物価の上昇もあるので、なんか、 僕、こっち来た時は90円とか、90円割る時もありましたね、1ドル。でも今、100ドル、違う、1ドル100円の前後のあたりで、最近、ゆらゆらしてるんですけど、もうそれだけでも、まあ、かなり大きいですもんね。はい、経済的な部分はかなり大きいと思います。 はい、奨学金の決定は大学院の合格と同時に分かるのでしょうか素人質問で恐れ入ります。いや、全然大丈夫です。奨学金の決定あ、多分、高さんが考えられてる奨学金ってあの、大学側の方ですね。僕は、あの、民間の別の財団とかのやつをイメージしたので、ちょっと、あの、噛み合ってなかったんだったらすみません。大学の奨学金とかは、そうですね。あの、うん、申し込むと向こうからオファーが来ることが多いです。 が、僕は来たことないので、ちょっと分かりません。うん。だから、入学をする前に奨学金をもらえるだろうっていう前提で出ることはできなかったと思います。できんのかなそういうきゅうな人も、すごい人もいるのかもしれませんけど。はい。ごめんなさい。僕はちょっと分からない部分かもしれないです。<laughs> はい。いや、こちらこそありがとうございます。なんか、僕も勉強になります。ああ、めっちゃ喋りましたね。3時間18分喋りましたね。あ、今、7人ですね。7人の方。いや、ありがとうございます。本当に。前回の倍ぐらいもう話してますよ。前回だって1時間、1時間半ぐらいかな。前回もあっという間に終わったんですよ。あの、いろんな方が質問くださって、あの、雑談してたら。 すごい長い時間になったんですけど、今回もめっちゃ喋っちゃいましたね。はい。<laughs> はい。あの、時間決めましょうか。じゃあ45分とかに終わりましょうか。45分に終わ,終わります。今、0時37なので、オーストラリア時間で0時45分、日本時間の11時45分かな。はい。で、他の国から見てくださってる方も、 いらっしゃるみたいなので、シンガポールの方だったりあの、その方々がどういうタイムゾーンにいいらっしゃるのか分かんないですけど、多分夜の時間の方が多いんじゃないかなと思いますので、もう少ししたら終わりにしたいと思います。何か質問があったら、ぜひお願いします。なんかこの誓いに何か聞きたいこととかがあったら、教えていただければ、いくらでもどうぞ。だらだら喋りながら飲んでたら、これ持ちましたね。僕の 3時間前に入れた、このレモン酎ハイの残りが。あ、タカさん、ありがとうございます。オーストラリアでの今後のキャリアはどのようオーストラリアでのですね。はい。オーストラリアでのだと、うん、と明日ちょっと動画出すので、そちらの方も見ていただきたいんですけど、あのー、今、永住権の取得に向けてやれることをいろいろ考えてます。で、まあ、それが取れる、取れないとか、 その今後も取り続けると申請のとこまでいけるのかどうかとか分かんないんですけど、まあ、それに向けてまずやっていくのが一番でその間はメルボルンにとどまらなきゃいけないし今の仕事を続けなきゃいけないですねなんか今の仕事での職歴っていうのがその永住権の申請の条件になるので今から最低でもまあここで 1, 1年ぐらいは1年近くはあの働き続けるのかな で、キャリアに関して言うと、僕でももう、割と転職を見つけてしまった感があるんですよね。うん、なんか、語学学校の教員をやってて、これ以上に自分が楽しくて、他の人の役に立って、っていう仕事ってあるのかな、っていうふうに思ってて、これ以上何か求めるとしたら、なんかないものねだりっぽいっていうか、 っって思って思しまうなんかもっとレベルが高いことを教えられるようになりたいとかあと現地の学校の英語の先生になりたいとかまあそういうのも一個の手段だとは思うんですけどその先に今以上に今以上のやりがいモチベーションがあるのかなとかまあ語学学校の教員っていう仕事がコンポートゾーンになっちゃったら 抜け出さなきゃいけない時は来ると思うんですけど教員っていう仕事の特性上終わりはなないですよねなんかよりよく授業をしたいとかもっと自分がこういうことをまだ教えるときにうまくできないしこういう生徒に対応できないから例えばもっとレベル高い生徒を教えれるようになりたいとかもっとビギナーな生徒を教えれるようになりたいとかそういうふうに考え出したらもう向こう1年2年とかで達成できる目標ではないなっていうのは個人的に感じてます。 だから、キャリアっていう風に言葉で言うと、やっぱ職業を連想してしまうんですけど、職業、職種に関しては、今のまま行くことが基本かな。で、考えうるのは、ん、永住権のために一定期間、今の会社とか、このメルボルンっていう町で住む期間を終えたら、他の国、じゃ他の、他の町か。他の町に行って、他の会社っていうか、他の語学学校の系列で、 働いいたりととかは全然あると思います学校が違えば方針とかも違うと思うし、校風っていうか、その何を重視してるかとか、そういうのも違うと思うので、そういうのを考えると、なんかそういうのはありかなっていうふうに思ってます。で、ゆくゆく、その今、教室で英語を教えるのが主になってますけど、そこからプラスで何か、あの、もうちょっと特殊なプログラムを教えれるようになったりとか、あとはヘッドティーチャーって言われてる、その、 先生の一個上のとこ、そのちょっとアドミニストレーション的な、ちょっと経営だったりとか、運営側の仕事をするような仕事を役割その役割を担ったりとか、そういうのは一個目標になるかなと思うけど、だけど、正直、教室にいる時間が一番やっぱ楽しいですよね。あの、あらゆるえ、あ,のあらゆる英語の先生っていうか、あらゆる教員がそうなんじゃないかなって思うんですけど、授業の時間がやっぱ一番、 楽しいし、授業の時間が一番自分のスキルを生かされる、スキルが生かされる場だと思うので、そこで過ごす時間がなるべく長い仕事は何だろうと思うと、今の、今みたいな職場の、あの、現場の教員っていう風になるのかなと思って、つまり今だよねっていう風になってるので、ちょっとなかなか展開が <laughs> 読めないというか考えられてない感じです。はい。 はい。えっと、ありがとうございます。なんてお読みしたらいいんだろう。しゅんやさんって呼んだらいいのかなごめんなさい。読み方が違ったらごめんなさい。えっと、あ頃からワーホリでオーストラリアに行きます。どの地域がおすすめですかあごめんなさい。全然わかんないです。ワーホリのおすすめの地域はマジでわかんないです。ごめんなさい。どうなんだろう。え、地域ってメルボルンのシティでいいですかどう,どうなんだろう。郊外とかファームって言われると僕は全く経験してないし、いや、 出てる友達、知り合いはいますけど、だけど、あの、どの地域がいい、どのファームがいい、どういうのがいいとかは分かんないですね。メルボルン、あ、近くメルボルンじゃないんだ。オーストラリアに行くんだ。え、ワーホリでオーストラリアに行く。おすすめってどこだろう いやでも僕がやってないから分かんないですけど、でも僕の友人とかで、ね、ワーホリであの、いろんなところを転々としている方で、もう本当に数多くのところ行かれてる人とか結構います。なんか、あのそれこそ普通にファームもあったし、ビクトリアでもファームやったし、 都市部のところで、なんかホスピタリティ、ホスピタリティ系の仕事やったりとかもあったし、パース、アデレード、ブリスベン、ゴールドコースト、バイロンベイ、シドニー、ケアンズ、ダーウィンみたいな、そういう結構大きめの街とか、タスマニアもそうか、タスマニアとかでも、そういうところで、あの、やったりとかはありますけど、なんか、その方、その方っていうか、何人かのそういう友達、いろんなとこ回った人の中でいいっていうふうに言ってたのが多いのは、 メルボルンですね。<laughs> なんか、手前味噌みたいになっちゃいますけど、メルボルンが良かったわーっていう風に言ってる声は聞いたことはあります。はい。なんか、ちょっと薄い話になっちゃうけど。あと、ブリスベンもいいっていうのは聞きました。が、でも、実際に何がいいのかとか僕やってないので、ちょっと無責任なこと言えないので、ごめんなさい。ちょっと他の方に聞いてください。すいません。具体的に何か他のこと言えることがあったら、あの海外生活のこととかだったら言えるかもしれないですけど。 ワーフォリだと僕がやってないので、ちょっと変なことは言えません。すいません。はい。タカさん。ケ、え、イ、っと、さんのお話を聞いていますと、語学学校の教員も興味が湧いてきました。ああ、ぜひぜひ。甘くない道だとも思いますが、私も英語力がそこまで上がれば、その選択肢が持てそうです。語学学校の教員にはどれ必要な英語レベルを ILT のスコアで表すとどれくらいだと思いますかそんなに人によるだろう <laughs> 答えづらくないですよ、別に。 うーん語学学校の教員になろうと思うと、やっぱり多くの人はやっぱセルタとかを受けるんですね。セルタっていうのは、ケンブリッジが出してる、ケンブリッジがやってる、あの、英語の検定の、英語教授法の、えっと、国際的な資格なんですけど、それを僕は終えて、なんとか今就職してるんですけど、それを持ってる人が多いです。 で、それを持つためには、アイエル2だと、やっぱ7.5とか、8とかが基本になるかな。だから、7.5、8ってなってくると、セファールでいう C1 の上の方、または C2 なんですよね。C2 っていうのは、英検の1級よりも、トーフルの満点よりも、 トーイックの満点よりも余裕で上のところになってて、それぐらいのレベル感にはなります。まあ、それを聞いて自分には無理だっていうふうに思ってほしくないんですけど、僕、現にアイエル s 7.5とかでもやってますし、アイエル s の試験のところで発揮できる英語力って、英語の教員としてのスキルとはやっぱ違うじゃないですか。まあ、そんなこと言ったら元も子もないんですけど、だから一概に自分の 今、高さんのアイエルツのスコアは分からないですけど、例えばそれが7だったと仮にして、7だから自分には無理なんだっていうわけでは決してないかな。で、高さんの場合は、プラスで教員としての経験もあるので、教員経験っていうのは、もうアイエルツのバンド1ぐらいの価値があるんじゃないかなと思ってます。だから、アイエルツの7であの臨んだ場合に、足す1の教員経験があって、アイエルツ8相当分ぐらいの、 力があるんじゃないかなと個人的には思います。なので、絶対無理ではないですよ。だって現に僕みたいな人がやってるわけなので、あのー、達成可能な範囲ではあります。僕だって別に、すごい特別な訓練を受けた、あのー、スーパーエリートな英語教員とかじゃなくて、日本で英語教員やってて、英語が好きで英語の勉強してて、教育とか英,英検とか受けて、i あいうや受続けて、 たまたまこの形に落ち着いたっていうだけなので別にこの形こういう道じゃなくてもいいし英語力そうですねまああればあるほどいいですけど僕ぐらいの力でもできてるっていうのが一個証明になるんじゃないかなあのタカさんもやってみようって思えるきっかけになるんじゃないかなと思いますでも僕の英語のスキルっていうか英語の その運用能力の話だと、スピーキングとかの話っていうと、僕の職場の中だと、僕は多分、順位はつけれないですけど、かなり低い方だとは思いますよ。その当たり前ですけど、ネイティブの教員の人とか、 あとそういう方々と話をしてると自分でも分かんない時とかあるしオーストラリアの名とか強かったりめっちゃ早く話したりとかすると、うん、先生がやってることがだから同僚の先生が言ってることが分かんなかったりとかも全然あるしなんか話をしてる時にもうわ今こんな3単元の S レベルのミスしてるわとかそういう,うにあに思いながら会話をすることが結構毎日です。そ、まあ、それによっってめっちゃゃこんででるとかそこまでじゃないですけど そのすごい悲観的にあのマイナスで考えちゃってるとかそういうのじゃないですけどだけど自分の力はまだまだだなと思ってるしアイエルツ7.5でもあの全然足りないなというふうに思います。ということは別にアイエルツのスコアにとらわれてもしょうがないしどのレベルでこの世界に入っても苦しい思いをするわけだからあのレツ的に無理だからやめようっていうふうに諦めるのがちょっとあの違う話だよっていうのが分かっていただけるのかなとは思います。 アイルス7.5、8ってなると、現地の教員の出願要件と同じ基準ですね。はい,聞い,い、そうですね、聞いたことあります。その8とかあると、そのネイティブスピーカーと同じ基準になりますね。ノンネイティブでも、まあ、8あればあの、ノンネイティブであることがマイナスになりにくいとかは聞いたことあります。 学生時代に受けたものばかりですが、えっと、英検準一級、統一800、あっと立派だと思います。だって、英検準一級ってことは、セパールの B2 ですよね。C1 のレベルに行こうって思うと、やっぱ英検の一級とかかな、うん、アイエルツの7.0とかを目指されるのが一番いいかなと思います。これも先ほど、あの、他の方と話してたのと一緒で、これもスモールステップの話だと思うので、 あの、なので、これをどちょっとずつ積み重ねていくといいかなと思います。はい。アイレス頑張ってます。セルタも調べてみます。ありがとうございます。HL, t ちゃん it's time to sleep っていうふうに言われてるから。<laughs> え、これ、誰だろう誰だろう でも、まあ、タイムトゥースリープなの本当ですね。あの、寝る時間だし。あ、そうですね。で、視聴者の数も減ってきたので、もうちょっといいぐらいの時間なのだの、だと思います。あ、ロイロイ <laughs> ロイは、あの、現役の生徒です。<laughs> 嬉しい。見に来てくれたんだ。<laughs> はい。じゃあ、寝る時間だと言われたので、寝よっかなと思います。今、まあ、この時間なので。 ではまた別の機会にお会いしましょう。あタカさんもいろいろありがとうございました。他の方々もいろんな質問ありがとうございました。まあアーカイブ残しそうと思ってますけど、まあ3時間半の長尺になっちゃいますけど、はい。まあこのまま残そうかなっていうふうに思ってます。とても楽しかったです。本当にありがとうございました。またやりたいなと思ってますし、OGOG OG さんに言っていただきましたけど、あの、事前に アナウンスを次はしたいなって思いますので、半日前、1日前とかにしたいなと思いますので、はい、あの次はまた、次もまた長い配信になるか分かんないですけど、いつになるか分かんないですけど、あの早めに言いますので、よかったらまた見に来てください。では、おやすみなさい。ありがとうございました。